今回は心理テストもなんか何も聞いてないけどがあると。はいはい。ある画像を見てもらって、うん、それが何に見えるかみたいなのを四択の中から選ぶんや。まあ、C というならこれに見えることもいい、うん。はいはいはい。まず一つ目から。一、鉛筆削り。二、下から見た金槌。はい。三、大きい。四、鯉のぼり。はいはいはい、俺はなんか出た瞬間にもう ハンマーと思ったけどね。だから金槌かな、うん、まあ正直俺も金槌やったね、うん、一瞬こきかな最初でこきかなと思ったけど、ああでもハンマーやと思ったけどね。何これは、うん、あなたが浮気をされた時は、うん、取る行動っていうのが徐々に分かる、うん、どういうこと金槌どつくってこと怖いよ、めちゃくちゃ怖いよ。ちなみに金槌に見えた人は、パートナーに揺さぶりをかける傾向があると。揺さぶりってどういうこと？怪しいと思い始めた段階で、うん、まあ、少し鎌をかけてみたり、あ、携帯見たでとか、はい、俺、まあ、でも一瞬国旗に、国旗やったら何？国旗に見えた人は気づかなかったふりをする。いやそれないな。これを選んだ方は一途でかなり依存的な傾向があるので、その人しか見えていないと、うん、誰が考えた、心理の遅い人が、ロジックがある。そうなんや。俺でもほんま一番最初その出る前はなんか蝶ネクタイとかに見えたよね。じゃないやつ、それやっぱり紳士何が起きても動じず紳士、うん、ちなみに鉛筆削りに見えた人は、うん、すぐ証拠集めに走る。離婚するとか。ああ冷静や、クールなやつやな。なるほど。鉛筆削りがなぜそのすぐそれに走るんやろうね、そういうなんかあるってことか。そうだと思います。誰が考えたん、心理一応そういうサイトが。そうなんだ、なるほど。診断が続いて、不思議な話で、これも4択。はい、言わせてくれまず。はい、ああ傘かな俺。なんかこの椅子というかツールみたいな、ある、うん、1番傘です。おで2番がマグネットフック。お3番が鍵。お鍵。4番がアルファベットの J。 何もハマってない。俺はハマって、あ、まあ、あんまハマらんやそれはそれそれ何言ったらどれなの。ラオラ何が好きな好きな北斗の拳のキャラ。ラオタイプ俺何もハマらへんから何だっけ、向けて、傘、マグネットフック、鍵、アルファベットの J。 椅子やったな。でもまあフックの、まあ、J かな。じゃあアルファベットの J。 あなたの優先しているものが、おお、人生に。お傘を選んだあなたは、人との関わりを最も重要にします。あ確かにな。仕事やお金など他のことを犠牲にしても、家族や友人のことを。いやほんまそうやわ。どこがやすごいやん。これはすごい有名な人が作ったやつや全部違う。これもめちゃくちゃすごい一番すごい人じゃん、心理学の。情に熱く。ああ、どこがやねん。ほんまめちゃくちゃ当たってるやん。自分のことよりも怖のことを先に。マジか。どこがやねん。全部違うやん。当たりきってる。これ誰？何も違う。紹介してくれへん今度。この人。この人紹介して。この人のサイトめっちゃ頑張るよ。めちゃくちゃ当たってるやん。人は自分の自由な時間を大切に。ああ、なるほどね。仕事や人の時間を犠牲にしてまでも自分の自由な時間を確保する。ジューザってことね。雲のジューザっていうことね。雲のジューザ、確かに自由にしてる感じはしたけど。雲のユウス。何に雲のユウスケって。ただの名前なんだよ。雲のユウス。ミュージック雲。なるほど。いや俺めっちゃ当たってるわ。怖。いやびっこれはね、びっくりです。ガチで当たってる。全く当たってなかった。いやいやいや。もう一回真逆な。真逆。あの傘のやつ後で LINE してくれへん、文章後でゆっくりもう一回読もう。あんま水川さん取ってくれや。どこがやねん。
恥ずかしなってきた。やめようよ、もう恥ずかしなってきたわ。俺のスツールどこへ。さっき言ってて。なんか鍵やな。おお。俺はかき氷。一がドリンクカップ。おお。二がアイスクリーム。おお。三がゴミ箱。おお。四がマイク。おお。マイク。まあ、それやったらアイスやな。2番です、ね、うん、あでもドリンクカップにも見えんねんな。アイス、アイスやわ。マイクかな。アイスを選んだ俺。何のやつ。これは、あなたの隠れた願望が抑え込んでる願望。何アイス。アイス食べたい。ほんまはめちゃくちゃアイス食べたい。アイス何。アイス食べたい。恋がしたい。それはもうないな。今の生活に物足りなさを感じていますか。なんないよ。何かしらのスパイス的な刺激を少し求めていそうです。いやいやいや、怖い。好奇心旺盛なので、恋をして変化を怖い怖い怖い。いや俺そんなした、俺嫁しかもうほんな見てないから。嫁と恋してるっていうことやろ。47歳で恋して恋ができるような現状に今、ないというものが、そもそも原因になってる。だから今恋ができないなっていう、まあ、あの結婚してるからね。それがストレスにちょっとなっているという。ストレスなんてことないよな。恋がしたい。誰この人。すごいやん。恋したい。誰この人。全然できん人。恋した。心理学のアホな本の人やろ。ゆうすけさん、マイク。マイク。これは、あなたの願望は見てほしいという。チンチンを。何をお尻の穴とかやろ。自分をっていうことですね。他人から興味を持ってもらう存在になりたい。なるほどね。それでも持ってもモテるからな。最初 あの4択出る前に言うやつどういう意味があるの。そのかただただ見えただけっていうのを言うて何も当てはまってない。それに近いのもないし。それにハマってたらすごくさ、もうよりそれやん。あ、うん、出る前に。そう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 。なんかそれ言われたらそれにしか見えへん。なるなるね。その前によりそれを、やりたいの俺。あと2本だけ聞かせてください。うん、何？じゃあこれを。変なするやつって。絶対変なするやん。え？言うて。これさっき言う、どうする？これもやってみよう。いやどっちでもないもんだって。俺言うていい？うん、俺これな。なんかの生き物、宇宙人のように見えた。あるか分からんけど、生き物に見えた。クラゲとかそっち系。俺はあのテーブル。あ、これあるんちゃう。どちらもある。ある、はい、これ何が分かんの。これはあなたの隠れたコンプレックス。俺クラゲ、はい、生き物、クラゲっぽいもんな、うん、見た目クラゲに見えたあなた。あなたのコンプレックスは顔立ち。いやそれでちゃう、これ誰。どこおんの。すごいや。どこおんの。ぴったりや。どこおんの。顔がコンプレックスで、もう、もうすぐなんかめっちゃ言ってたもん。もうなんか虫とかクラゲとか出てすぐ言って、俺から言うていいって言って。ということは俺から言うていい、顔やねんって言ってるでしょ。俺顔が嫌やねん。こいつ誰なん。言ってることやな。こいつ誰。どこおんの。こいつどこおんの。顔やね。顔とか目鼻立ちが原因で見た目が整っている人に対して強烈に引け目を感じてしまう。感じるわけないじゃん。どんな男前来てどんな美人来ても動じひんぞ俺。何やそいつ、誰やねんこいつ。こいつ誰や、何歳やねん。こいつ何歳やねん。確かに男前な人が前通ったりとかしたらちょっとなんか下向いたりするもんなと。こいつね、何歳やねんこいつ。ゆうすけさんもあのすぐテーブルに見えたって、うん、でテーブルに見えたあなた、うん、あなたのコンプレックスはスタイル、うん、確かにもう、まあ、なちゃちょっと細すぎるもんな。確かにもうちょっと太りたいね。久保田と一緒やあのちょっと細いね。いやいや、今あの久保田と同じぐらいの体型だ。なんか今ちょっと細すぎるからもうちょい何スタイルいい人見たらもう太りたいと思ってる。泣き出すやつやろ思ってる。スタイルが、うん、あの自分に近い人がいると、うん、無意識に距離を取ろうとしてしまっていませんかと。
自分がこういう風って分かってるからそう、避けたがんにってだから川場さん来たらいつも逃げるようにしてるやんかいやいや、俺小籔さんとかやけどいやいやいや濱家とかいやいやいやでも前も辰巳が来たらさ、すごいなんかなんで辰巳口紅がちびくなんで辰巳鬼ブサイクやっけ辰巳よりだって明日男前思ってんのこれ辰巳さんやって最後の行かせてください、おお、これ1個しかないよこれ何見る何やろ綱引きの、うん、ロープ巻くやつボビンケースボビンケースのごっついやつあだから糸巻きみたいなみたいなあの綱のあの線が綱ボビンケースみたいなやつやろ綱大きいやつ俺はなんかハンマーっていうか木槌、はいうん、あるやろお二方ともありますおはい、これ何が分かんのこれに関してはあなたの性欲度分かりますマジで性欲これ普通ちゃう、うん、木槌ハンマーを選んだ方は、うん性欲度 60% ああちょうどいいわ怖いな何がどう怖い4段階あって 20% が1番ああ少ない20、40、60、うん、80、はい、でまああのこれはもう別にシンプルに何の説明もなくそうもうなんか平均的なことやね言ったらちょっと多いわ平均でもない6や、うん、いやいやいや6は平均じゃないいやいやでみんなそれぐらいあるやんそのいやでも性欲ない人4割のでもこでも怖いで何が怖いそんなだって自分の顔にめちゃくちゃコンプレックス持ってんのに 60% もあるんやでもそれ普通の人で言うたら 120% やろ性欲ボビンケースは糸巻きはあれねあのダメええわ綱引きのちょっと大きく見せようとして大きいやつなこれちなみに糸巻きっていうのがあって、うん糸巻きを選んだあなた100%あなたの性欲度はマックス80%めっちゃやばいやだからまあスタイルにさあのさ、ね、川端さんと同じスタイルで糸巻きじゃないねあの大きいやつやねあの大きいやつやねもっとあるってことやんもっとあるってことやんあれと性欲度俺反比例するって聞いたことある大きくなればなるほどすごく少ない頼むからもうでもさ多分性欲だけ頼むもう大阪にいた時めちゃくちゃやってるって聞いてるねでもさお前らなんか韓国になんか女おんねんやろ大吾さんが言ってたけど韓国に女がおるって言うて大吾さんが言ってたけどなんか韓国に女おるらしいですよ大吾さんが言ってたから珍しすぎだろ大吾さんが言ってたからほんまやと思うでもこれねじゃあなぜ80かっていうのをでも考えてほしい何やん何もしてないからよ何もしてないからそんだけじゃあ俺 もし80円したら、ね、じゃあ俺も何もしてないから60ちょろちょろしてるからやっぱ60何で抑えられてるその分俺はでもほんま何もしてないもうまっすぐ家帰ってほんまにまっすぐ家帰って明日の仕事の予習したりとか何予習って何やん前日の夜に現場まで一回見に行ったりとか何で見に行くねんそんなしてるからしてへんやんけでもなんかその差なんよいや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 だからマックスやんでこれは20とかの方が俺は怖いと思うだって満たされてるってことやもんよそで低くなればなるほどこれ恐ろしいこれ恐ろしいわこれ恐ろしい結果が出た俺息継ぎしてくれやんウム住んでんのすごいやんめっちゃくつろいでるやんウムでめっちゃ甘えてるやんめちゃくちゃ気持ち悪いぞ分かってんねん全部受け入れるすごいやん番組できそうやなそうやろうゲスト一人呼んでさそう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 1時間ぐらい喋って、うん、ゲストがお土産持ってきたりとかさそうやな、うん、めっちゃいいやんお互い得する関係でなんか、うん、ウィンウィンみたいな感じで覚えた最近やろうやウィンウィンウィンいやいややってるやんあっちゃん来てほしいなあっちゃんな、いや全然来てほしいあっちゃん喋りたいなあっちゃんなんか勉強なんで賢いからあっちゃんの全部見てるからあっちゃん信者やから俺あっちゃんすごいほんまなこれどないしてあっちゃんすごいそれ逆のことやってるぞ、うん、ちょっと喋っててくれるちょっと食べるからどないしたちょっとね、うん、まあこう YouTube で結構いろんななんか食べたりとかするやん、うんならやっぱりね、やっぱりその食べっぷりはやっぱ美味しそうに見えると、
いう書き込みがね、すごいね。なんか全部、ね、全部やね。全部だ。うん。美味しそうに見える。だからちょっとね、今日はね、まあちょっと食べるとこちょっと見ていただこうかなっていう。お前が？そうそうそう。何がええねんそれの。だからちょっとね、ペヤング。ペヤングをちょっと食べるところを。ペヤング俺。あんま食べたことないねんな。嘘。美味しいやろ。カップ焼きそばは何食べるん？食べへん。俺もあんま食べへんね、正直。基本あんま食べへん。食べたとしたら UFO。ああ。ペヤング 俺は食べるとしたらペヤングやね。あ、そう、うん。何東京売ってんねん。どこがやねん。ペヤングなんか東京でしか売ってへんやんけ。全国に売ってる。売ってるか。売ってるよ。昔東京でしか売ってへんかったやん、でも。その UFO、いや、ちゃうの、UFO とかが、昔はそう UFO とか一平ちゃんとか食べてたやん、でも俺なちょっと前に UFO 食べてん、食べた最近。最近食べてんわ。なんかねむちゃくちゃ進化してんのよ。おいしい麺が、うん、あのもうまっすぐやねん。あ、もうめちゃくちゃいい麺になってんの UFO。 うん、だそれが俺はこうなんかこう縮れてる昔からの麺の方が好きやねん。そうね、うん、あんまいいんで入ってくるかもしれないの、そういう仕事が。だから俺はペヤングが、逆にペヤングさんが来るかもしれない。ペヤングさんが俺はすごい好きやねん。なんかやってるぞいろいろ。いや全部美味しいよ。ただその自分の好みとしたらやっぱりペヤング、ペヤング派なんやな。ペヤング派ではあるな、正直。あんまな食べるタイミングはないねんな。美味しそうやな。でも分かる、結婚し俺もやっぱ独身の時やもん、一人の時がやっぱりこう食べてたから。でもたまにめっちゃ食いたなる、ね、あるある。そうやね。だから俺釣りとか行った時とかもうこんなんあったらもう最高、うん、最高やな。やばいと思うで。何食う釣りとかの時の昼とか、昼とか腹減る。それあのお湯持ってってカップ麺とかさ。あ、それがまたうまいのよ。うまいな外のカップ麺。焼きそばやったらちょっと待たなあかんやんか、うん、それ以外やな。もうラーメンだったら ちょっと食っていい？いえ、ちょっと俺が食うからさ。さっき一口だけ食え。コロナやねん。いや、それ家かけねえよ。俺なんかうまいことなってへん。なんかしらけど。それ、びっくりするぐらいなってへんけど。逆に不安になってきた。なった方がいいかな。いつなんでん。まあこの辺もね。あとスパイス。あとペヤング何が言って、その量がね。スパイスなかった？スパイスなんかついてんね。胡椒。胡椒的なことやろうね。めっちゃうまそうやん。なんかでも、なんちゅうの、ちょっと少なない、胡椒が。うん、このペヤング普通のに比べて。あ、確かにちょっと一回り小さいんか、うん、そうやろ。なんかこれがいいよね、ちょうどというか。で俺はたまにこういうの食べときさ、ちょっと絡んでへんとこあったりするやん。大丈夫な？大丈夫。これね、正確に合ってないやんけ。俺が超好きなのは家とかでなんか作るときとか、なんか置いとくにちょっとなんかしてさ、なんか用事、あれとかってかさ、この間なんか電話かかってきたとかさ、うん、でちょっとこれ、うん、ほったらかしになってる時あるやん、うん、その後食うのがちょっと嫌ね。好きやね。なんでなん、冷えてちょっと冷えてるやん表面。まあ冷えてなんすやな、うん、だからちょっとこう固まったりとか、なんかその方がなんかうまい感じする。じゃちょっと待った。全然共感できない。クリス君申し訳ない、これ手に加えて俺できるだけやっぱり相方やし、なんか乗っかるとかいろいろ考えてるけど、こんだけ全く紹介できるし、何してるのか分からないし。風送ってる。ちょっと一回ほんなら久々だよ俺ペヤング食べるので。ちょっと薄ない色、ちょっと薄いな、うん、これも好きやね。あの濃すぎひんというか。ああそう。あでもね、俺もそう、モソモソが好きやね。わかる。それがお前な、何やそれ。ちょっとわさ、あもうなんかうまいわ。わさか、もううまい。ちょっと白いとこない？そうやろ、白いとこあるやん。俺これも好き。ちょっとまだ白いとこ薄い感じ。うん、あのたまにもうこっこいやつあるやん。食えやよ。これじゃあちょっと前置きない。いただきます。いや、面白いな。うん、邪魔そうやな。うまっ。なんで俺は食われへんねん、ペヤング久々。これ意味わかんない。なんで俺がお前の食うとこ、これようやく、なんで俺がお前とが食うとこ見て、二人で食うたらへんけ。なんで片一方しか食わへんっていう、なんやねんこの謎のルール。ちょっとこれ今日ぜひカップ焼きそば食うてくれよ。うまっ。俺結構久々食うた。大丈夫か、そのダイエット中に。
ほんまやねん。でも仕事で食べるには OK にしてんねん。ちょっと意味が分かんない。それはもう度外視で、うまそうやわ。あの、ま、懐かしさもありなんか、そうやね、悲しみもあるよね。だ前さ、お前が言ってたんで俺めっちゃ共感したんが、ヒデさんがさ、なんか言ってたやん、ルミネかなんかの合間に、中田秀俊さん仲いいからな俺。どこがつながりやんね、どこがつながりやんね。ヒデ、仲いい、ヒデが、俺、ヒデがペナルティや。あ、ペナルティ言い方おかしい。ヒデさんな、ヒデさんがペナルティ、ヒデさんなんかしたけど、この YouTube 出てもらったやん。あ、そうそうそう、競馬のな。あ、そうそう、今言ってた、ヒデさんなんかルミネの合間かなんかになんかすげえカップ麺とか食べてたと。行った時にカップ麺食って、うん、ほんで何時間後にまたジャンクフード食ってて、うん、イエーイって言ったらもうなんか、うん、もうこういう時だけはこうしてるんだみたいな。普段はあれやから、そういう時にちょっとジャンキーなもん。そう、まあ、それすげえわかるよね。たまに食いたなるわな。そうやねんな。なんかこのそばのこの感じが最高やねん。マヨネーズいらんは。これにはかけへんな。何かけんの？一平ちゃんにはついてたから。一平ちゃんにからしマヨとかかけてたけど。俺のふりかけ。あ、でもなんか津田のふりかけかけてて、うん、なんかちょっとなんか餃子かなんか食うた昨日餃子かなんか食うた。餃子と肉食うた。肉肉しいね。でもなんか一緒に食ってみよう。餃子と肉でどんな飯やねん俺。肉肉しいぞ匂いが。餃子肉食うたかな。それぐらいうまいということや。火かけられても気にならんぐらい食ってる、ね、吹き飛ばすわ。何も気にせず食ってるもん。うん。で隣で俺ブリブリうんこして食うやろな。それぐらい夢中にさせる。そう、最強の。いや、やっぱり食いっぷりがええわ。カップが。ほらね。逆にナイキの CM とか来そう。かっこええな。これで。やっぱ取り方やからね。こう食べて、なんかちょっと汗拭いて。一瞬、なんか。Just do it。一瞬、カップ。焼きそばの CM が来そうに感じたけど違うわ、うん、ナイキの CM。 ナイキ来そう。ほんと、いや、ほんま食べてるだけでいいと思う。 Just do it、うん、で最後 Just do it。 で最後なんか体育館でバスケのとかパンパンパンってしてるみたいな。体育館でバスケ。うん、うまい。ちゃんと完食してる。で、こう残った火薬ね。ああ、それはうまい。うん、残った火薬、俺これな、ずっとわからん。なんか天かすみたいなの入ってんのよ。あ、肉っていうか天かすみたいな。うん、なんか意味わからんやつが入ってんのよ。分からんことはない。美味しいな、あれ。何かわからん、なんか、そうそうそう、ちくわっぽい感じで、なんかわからんままずっと食べてる。出所したってみたいな。すごい、めちゃくちゃうまかった。ちょっとね、デザートは、デザート、あの絶対ものともして肉と餃子食った。すげえ肉肉しいやけど、でも安心したわ。これがなんかもっとさ、なんか昆布とか昆布と味噌汁とかで俺不安になるけど、肉と餃子食うってまだまだいける。 OK。 あの子もやってるやん、おかずクラブ。ベッキーじゃない、何やったっけ、おかずクラブの大きい、何やったっけ、オカリナ。オカリナ、大きい、オカリナやってる、やってる。なるほどな。だからそういうちょっと食べてもらうのを。ユーピーが隣でヒーコーティン出てっけ。いや、ユーピー出てんやん。あ、ユーピー出てんやん。ユーピーが別に女の子だから。ちょっとえんちゃん、うん、またやります。なんか昼飯になったわ、ありがとう。いただきますのコーナー。
何でもかんでも食べるよ、いつでも。なんでこれ言わへんの、スポンサーさん。お待ちしてます。スポンサーさん案件お待ちしています。何やねん、格好ばっかつけてこれがどんな格好つけちまたで話題の商品や企業が社運をかけた新商品などを我々ダイアンがただ食べたり飲んだりしてうだうだ好き勝手感想を言わせてもらう正面切ってスポンサーさんを大募集するコーナーです。リスナーの皆さんは僕たちが何をどんな風に食べたり飲んだりしているのか想像しながら音やリアクションを楽しんでください。先月は伊藤園の飲むフルル冷麺をいただきました。ちょっとあの冷麺のね、あれやばかったな今でもちょっと思い出すもん。冷麺のなんていうの、独特すぎたな、スープみたいなをちょっと飲むみたいなでしたが、今日は何でしょうか。なんやろ、あ、馴染みのあるやつやね。なるほどね、いいやんか。もういろんな味出してるから、ここは確かに。これ もうだって開ける前から匂いしてるもん、えらいもん。あ、ほんまや。いただきます。あ、おいしい。めちゃくちゃおいしいわ。あ、ほんまにちょっとエナジードリンクの味する。もう言うてもってるよ。楽しみしてんのに俺。実はって。めっちゃおいしない。うん。おいしい。たまに飲むね、エナジードリンク。うん。これもそういうなんかあんのかな。あ、味にしてるだけかな。どうなんやろ、味にしてるだけって意味ないと思うけど。どうなんやろね。これは5月に発売されたガリガリ君エナジードリンク味ということで、あのほんまに美味しいよな、ガリガリ君ってさ。うん、好き。俺実は好きやろ。なんかよう食べてる見たもんいや外で食ってへんもん。いや、お前なんか箱のやつをなんかあんねん、用意小さいやつな。うん、でそれは一回り小さいやつ。そうそうそう、ほんなら量的にちょうどいいというかさ。ああ、だからそれはなんかよく食べる。ああ、美味しいよな、うん、ガリガリ君。これガリガリ君は2021年に発売40周年を迎え、うん、はいはい、昨年8月にガリガリ君40周年記念商品の梅味、うん、うん、よりも食べてみたい味をツイッターで募集したと。で、1位に輝いたエナジードリンク味が商品化されたと。なるほど。ちなみに国民的アイスガリガリ君の年間売り上げは4億本以上。うわぁ、すごい。これまでに150種類以上のフレーバーが発売されているという。いや、俺んちもやっぱり絶対入ってるもん。ガリガリ君。その言ってた箱のやつ。もう子供らがさ。なるね。もう何種類もアイスクリームやっぱり、もうほんまに入ってん、絶対に、うん、けどやっぱりガリガリ君絶対定番やね。その周りのやつがちょっと時期変わったら変わってたりするけど、うん、もう絶対にガリガリ君入ってる。俺らの子供の頃からあるからね。ピノもうまない。ピノね、ピノ、ピノもあのたまにあんねん、うちも。あの箱のやつな。でも俺はもうあのバニラかチョコしか食わへんの。なんで俺がさ、あのアーモンド味好きないうことしててそういうこと言うの？でも俺アーモンド味がより俺はバニラとチョコが好きやから。なんで俺がアーモンド味好き言うたことをさ、言って知っててさ、そういうの嫌なこと言うの？俺一番好きないからアーモンド味。あれ来たら当たりと思うもん。ああ。目閉じてやるの俺。ガサガサって撮って。ああ、その楽しみもね。家にあるそればっかやってんやろ。家帰って3つぐらい撮って。目閉じて、何ほんまに選ぶとあかんからさ、バランス悪くなるからさ、もうチョコ3つ、アーモンド2つ入ってた。美味しいよね、大好き。でもえらいもんで、昔俺ら子供の頃からあるもうアイスもそうやし、それ以外もそうやけど、ずっとこうロングセラーの商品ってやっぱりそれだけやっぱりすごいなと思うよね。なんか子供の時当たり前やったからあれやけど、うん、ピノとかももう子供の時完成されてるからね。そう、なんかもう雪見大福とかな、あのうまい、それだけやっぱレベル高いからこんだけ残ってるっていうか。そりゃそうよな、ほんまに。それほんま思うわ。あれ覚えてる、なんか棒2本あってこう割るやつ。ああ、ソーダ味のやつな。あれあれ、なんかいつの、あれいろんな味があって、こういう形になるやつな。え、上のやつちょっとひっついてきて、ああ、そう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 、あんまり納得してへんなあの割り方悪かったな。そう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 、あれなんかいつの間にかなくなった、ね、あれ消えたな。
あれ消えた。日本棒があった。あれ消えた。な。あれ消えた。ほんまに消えたわ。ソーダじゃろ。ソーダ味あったな。で、ガリガリ君みたいな感じやって。言うたら。うん。ここまでしたりしたり、まあ真ん中だけね、ちょっと割りやすくして。もっとなんか繊維が走ってるみたいな。あ、そう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 。シャイン、そうそう。シャインっていう感じで。そうそうそう。あら、美味しかったやん、ほんま。ああいうのもね。あ、だっていつかなく、いつの間にかなくなった。ああ、うん。ボンボンあるやん。あれまだあるからね。うん、あるな。全然ある。卵。そうそうそう。うん、卵アイスみたいなやつ。うん、美味しいよね。好きや。いろんなね。実はね、作ってるあれは、あるやバリバリって昔あって、今もそう似たやつなんだけど、そのチョコがゼブラ柄みたいになってる。ああ、中に入ってるやつな。そうそう。あれもうね、ほぼビエネッタみたいな、なんて作りと一緒というか、ビエネッタもさ、チョコが、ふわーって間に入って。でもアイスは違うんちゃう？いや、作りな。作りはなんかああいう中に、あれ系好き、あれ系うまいよね。なんか中にこう、ふわーってチョコとかが入って、ゼブラ柄みたいになってるやつ。俺、あれめっちゃ好き、ゼブラ柄のやつ。こう普通にさ、舐めてたらさ、うん、チョコが層みたいに浮き出ちゃう。骨みたいになってる。美味しいな。美味しいな、じゃあ、うん。確かにな、うん。アイス食べたくなってきた。昔だってあれなんか、自販機やったもん。バリバリ、バリバリっていうやつな。アイスの自販機があって、なんか箱に入ってた。おうん、今ってアイスの自販機ってあれやん。丸いさ。こんな。円柱状のやつやん。セブンティーンみたいな。あ、そう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 。あれ系がまだできる前に、駄菓子屋のところになんかアイスにあったっけあって、俺行ったとこな。そこにバリバリっていうのがあって。めっちゃええやん。かき氷、言う中みたいなけど、かき氷自販機とかあったやん。昔。だからそれ、野口勝利からの向かいが。そうそうそう、うん、あった。ご飯屋さんのところであってあったやろ、うん、あれもめっちゃ好きやった俺あったなあれ三角や三角やなんかそんな名前ね結構高めのなそう自販機なあいつそうそうかき氷なそうそうそう、うん、お店あの滋賀銀行の横でな八五線のなあのヤンマーの ヤンマーの交差点ちょっと対角の対角上にある、うん、そうそうそうあの滋賀銀行の裏の、うんところにあって、野口翔から向かい。野口翔から向かい、あの亀の甲羅が置いてる、野口翔が広いな、渡ったところの、あの三角屋っていう食べ物屋あった。あれ三角屋やったっけ三角屋。三角屋の前にあって自動販売機、うん、かき氷のやつ。あれほんま俺が小学校の時そうそう、あれな、サッカー少年団の帰りな、親父がたまに寄って帰ってくれて。食べて、家着くまで。兄貴見つからないで入って。ここからもう5分くらい着くからさ、急いで食べて。ちょっと車に残ってあの自販機まだあるかなやるかちょっと野口小児科まだあるのかな野口小児科あるよなんかちょっと変わった場所変わったと思うけど中川家とかあるやんあるよあんまでかなってめっちゃ綺麗になってんもんなそうそうそう息子さんがあそうねすごいもうあのそりゃそうやろあのままじゃあの先生がずあの当時からあの当時からおじいちゃんやったから野口小児科中川家かなそうそうそうあとその中川家がこうビューって行ったらさ駅の方行ったらさこう二つに分かれるみたいな。あっこの分かれ目のとこになんか産婦人科みたいなのがあった。あったあったあった。何やったっけな。何やったっけなんとかっていう。あったよ、病院ね。なんかもう当たり前、こう分かれてるところの真ん中な。左行ったら竹山スーパーとかある。あ、そう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 。右行ったらこう商店街、商店街。スーパー竹山な。あの同級生の、あの竹坊つって。はい、同級生って。駅の方な。そうそうそう。そうそう同級生がスーパー経営してて。分かれた。そうそうそう。ところも、どんつけとかな。分かれ目のとこ。で、H 章のとこやろ。あ、そうそうそう。右行った一緒やったそう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 。そうそうそう。そうそうそう。そうやねそこ。何やったっけな。何そこの産婦人科の名前。産婦人科やんな。なんか名前、何やったっけいや、普通の病院やった。病院やったっけ産婦人科もやってるけども。なんかな。だからそこにあったんか、自動販売機。そこの病院な。そこの病院何やったっけ名前。行くんかそこの病院なんていう名前。行くんかちょっとね、いろいろ懐かしい。まあ、ガリガリ君の、エナジードリンク味が5月に発売されたということです。というわけで、我々に食べたり飲んだりしてほしい、巷ではでの商品や流行っているものなどを、最新の情報があればどしどし送ってください。はい、そして、スポンサーさん案件お待ちしております。いや、いきなり、はいはいはい。僕ね、スカウトされたんですよね、スカウト。うん、まあなかなかスカウトされることないじゃないですか。そうやな。スカウトされたい今日は僕。スカウトされたいな。だから僕ね今日向こうから歩いてくるから、うん、西田君僕のことスカウトして頼むわほんまにな、あんまり。まあ確かにね、うん、俺も思ってたよ。あそう
誰もお前のことをね、スカウトしにけえへん、まあ、確かにな、うん、おかしいやん、まあな、うん、こんなええのにな、なお前、うん、こんなピカピカ光ってるし、まあまあね、ありがとうね、お前すごい素敵やんか、まあ、ありがとう、ほんまにな、うん、こんなに二足歩行やしね、どこ褒めとんねん、お前他あるやろ、お前ね、俺も腹立ってたから、向こうから歩いてくるから、頼むね、スカウトして、スカウトしたいな、よろしくね、すいません、すいません、すいません、ちょっといいですか、なんすか、なんすか、すごい、体すごいいい体してますね、ほんますか、うん、鍛えてはるんですか、いや、そんなことないですけどね、顔もなんかシュッとして男前やし、あ、ありがとうございます、すごいな、はい、ほんますか、お兄さん、はい、もしよかったらね、僕と一緒にトウモロコシ作りません、なんのスカウトやろ、ね、農場、え、ブラジルです、いやよ、絶対成功せへん、それすごいお金持ちになれたりするから、もうええわ、お前スカウトも難しいよ、まあ、まあ確かにね、スカウトでもいろんな種類あるんですよ、うん、例えばね、あの野球とかサッカーやってる高校生のところにね、うん、スカウト来たりするじゃないですか、はいはいはい、でもかっこいいのがね、うん、僕はそういうやつ断るやつね、僕はもう道決まってますと、あ、他の道に僕は行きたいですと、そうそうそう、あんな憧れるんですよ、あれかっこいいよね、ほんまにもう何回来ても一緒ですよ、帰ってください、帰ってくださいって言われてもね、何度でも来るよ、それが僕の仕事だからね、君はね、早く自分の素質に気づくべきだ。確かに君は体はさほど大きくない。しかし足も速くはない。しかしそのボディバランスも良くはない。ただそのリーダーシップ、統率力、それもあるわけではない。しかしその目の輝きも特にはない。なんもないやろ、なんもないやろ、俺なあ、なあ、しかし、うん、ジャケットがよく似合っている。それなんやねん、それ言われたらどうしたいの俺、また来るよ、来んの、なあ、来んでええって、なあ、ジャケット似合って何、何のスポーツそれ、なあ、どうしたらええの俺、なあ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 、何なの、何なの、何なの、何、また来たよ、また来た、何なんと言われてもね、何度でも来るよ、オンオンと言われてもね、僕は帰らないよ、何無茶なお前、気持ち悪いと言われてもね、うん、居続けるよ、うん、君はね、うん、早く自分の素質に気づくべきだ、うん、君は、うん、ジャケットがよく似合う、分かった、でも分かったよ、また来るよ、こんでええってジャケットがよ、青山の人なあ、何のスカートな、俺どうしたいの、ジャケット似合う言われてなあ、もうこんといて、なあ、もうこんといて、もうこんといて、また来たよ、また来たの、ね、また来たのって言われてもね、何度でも来るよ、どうしたらええの俺、どうしたらええのって言われても僕は帰るわけにはいかない、帰ってって言われてもね、僕はこのまま帰るとすごく怒られるんだ、何の会社、何つうかね、今日はちょっと見てほしいものがあるんだ、見てほしいもの、何それ、テレビデオだよ、ちょっと見てくれ、ビ、何なんですかこれ、馬の出産シーン、何見せとんねん、なあ、なあ、いい返事待ってるよ、どうしたらええの、また来るよ、どういう返事がええの、出産して見せられてジャケット似合う言われて絶対ぬるぬるなりやん、出産ジャケット着てやったらもうこんといてや、もうたはい来いや、もう何こげてんねんお前、来てんねんお前は、もうなんなん、もうまた来たよ、また来た、また来たんって言われてもね、何度も来るよ、もう帰ってや、もう帰ってと言われてもね、何度も来るんだ、気持ち悪いなこいつも、気持ち悪いって言われてもね、何度も来る、ロボットかお前、もう立つわ、もうロボットかって言われてもね、何度も来るよ、立つわ、もうね、寝ちゃうお前、君は早く自分の素質に気づくべきだ、分かった、ジャケット似合うやろ、今日はね、ジャケットの話はやめておこう、やめても、ちょっと見てほしいものがある、何を、これだ、手を出してくれ、え、うん、ちょっと食べてみてくれないか、食べんの、うん、何なんすかこれ、カブトムシの幼虫だよ、何壊しとんねん、早く出して、早く出して、うがいして、早く出して、早く出してね、早く出して、いい返事待ってるよ、どうしたらええねん、どうせ言うねんお前、また来るよ、もう来んでええってお前、ただね、うん、明日はおばあちゃんの法事があるから、うん、次あさって来るよ、いやまた来れないかでもないよ、どうもありがとうございました、よろしくお願いします、いやね、うん、いやいきなりなんですけどね、うん、僕昔ね、あの部活のキャプテンやってたんですけどもね、うん、こう大変なこととか結構あったんですよ、例えば部活辞めるやつおるじゃないですか、はい、そいつのとこ行って説得して連れ戻すというのやってたんですけどもね、まあまあキャプテンの仕事だよ、そうそうそう、うん、お前とか絶対できへんな、そんなんね、あんまりもう、まあまあそれ一回やってみると分からんよね、多分まあできると思うけど、マジかいなお前、うん、ほんでやってみるかお前、今おういいよ、ほんで俺が部活辞めたやつやるから、うん、お前説得して連れ戻しに行こうよな、俺が言ったよ、オッケーオッケー、はい、何やねん話して、おお蕎麦売ってるとこ悪いな、いや売ってへんから俺こんなんやってへんなんやねん話してお前、最近どうしてんねん、え、ら荒れてるそうやないか、ほっとけや、夜の街で喧嘩ばっかりして関係ないやろ、昼の街歩いて、それはええやん、それ自由やろ、すごい歩いてるらしいやん、ええやないか、なんやねん話してお前、担当直入に言おう思てる、うちのチームに戻ってきてくれ、担当直入に言うてみた、言わんでええから別に、
俺はもうチームに戻る気ないねん。よいしょよいしょってないのお前。何よいしょってお前。あいつちおかしいやろか。せえ正直お前が監督と喧嘩してな、チーム去ってからチームの雰囲気良くないんや。え、みんなお前に戻ってきてくれって言ってる。みんな、みんなじゃない。すまん、うん、木下言うてへんわ。あ、そう、うん、でも他の一応メンバーは言ってたから。あ、そう、それ木下はまあ言うてへんかった、うん、それあんま気にすんの。オッケーオッケー、うん、みんなな、お前のフリーキックもう一回見たい言うてんねん。みんなじゃない。あ、そう、うん、すまん、うん、木下言うてへん。あ、そう、うん、木下おれへんかった。あ、そう、うん、なんかどっか行ってて。でも他のメンバーは一応なんかそういう話はしてたから、うん、そう、あんまな、うん、深く聞かんでほうがええと思う、うん、あとまあこれだけ忘れんなよ、お前がチーム去ってからな、10番のユニフォーム着ようとするやつ誰もおれへんねん。え、これどういうことかわかるか。10番のユニフォームに一番ふさわしいのはお前しかおれへん、それみんな分かってんねん。10番のユニフォームを着るべきやつはお前しかおれへん、それみんな分かってんねん。だからな、誰も10番のユニフォームを着ようとせえへんねん。あ、でも今日木下完全に着てもらったけど。木下なんやねん。木下が着て帰ってたで。ずっとなんやねん木下。バイバイって。バイバイちゃうわな。どんだけ綺麗やの俺のことよお前。ただ木下お前のこと認めてるぞ。え、お前のプレー認めてる、 お前のサッカーに対する情熱認めてる。ただ木下お前の顔が嫌いや言うてる。どうしたらええの。どうしようもない。しょうもない、もう行くわ俺も。どうしようもない。ちょっと待てお前。何やねん。まあ、誰か似てんな。今言うなよ。誰や。今言われてる。ドアノブやろ。どんな顔やねん。ドアノブ。ドアノブにそっくりや。どんなになってるかお前。L 字型の方やから。どう見えてんのお前。フォルムの話や。フォルムの話。シルエットの話や。何やねんお前は。なあ。ほな逆にお前に聞くけどな。お前にとってチームメイトって何やねん。え、お前にとってチームメイトって何やねん。え、いや違う違う、それエビフライやんけ。何も言うてへんから。エビの話してへんやん。エビあげたやつとか言うてへんから。エビの話してへんからな。どういう意味しとんの。今はな、まあ、もうプルルルプルルル。お電話電話お前。はい、もしもし、はい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 、マウンテンゴリラ20匹、はい、わかりました。何の電話やねん。すぐに行けると思います。なんでお前にかかってくるそんな電話や。お前にわけわからない。関係ないやろ。関係ないやろ。じゃあやろかお前。何やねん。わけのわからん、もう行くからほんまに。もうちょっと待てよお前。何やねん。たけしが言うてたよ。え、たけしが言ってたよ、お前のフリーキック止めるやつ誰もおれへんよって。たけし、さとしが言ってたよ、お前のドリブル止めるやつ誰もおれへんよって。さとし、前川が言ってたよ、お前のフェイントは世界レベルやって。前川、木下が言ってたよ、お前の目元が鬱陶しい。言わんでええがな。せっかくテンション上がったのに。お前の目元が気持ち悪いってノートに書いてたよ。なんでな、よっぽど嫌いなんやねほんまに。ねえお前な、だからな、みんなお前に戻ってきてくれって思ってるから、もう一回お前な、チームに戻ってきてくれ頼む。俺チーム監督は監督はな、確かに怒ってるよ。でもな、俺はみんなが頭下げたら絶対許してくれるはずや。だからお前何も気にせずな、もう一回、もう一度チームに戻ってきてくれ頼む。俺チーム監督も監督もな、俺はみんながお前のこと必要としてるのも気づいてるはずや。だから絶対許してくれる。だからな、お前何も気にせず、もう一回チームにな、戻ってきてくれ頼む。俺チームに言わせやもん。なあ、そんなに戻りたいんやったらもうええ。おいずっとかぶってんのお前。なんやねん。戻る言うとんねん俺も。嘘。戻るよ。嘘。お前いつ。今日や。すぐ。ああ、今すぐ。ああ、どうしようかな。なんやねん。木下の反対ぶりが半端やないか。いやもうええよ。どうもありがとうございました。どの AF を呼んだのかを選んでもらう。なるほど。当てる。はい。で、これはもう協力プレイ。なるほど、なるほど。どっちが行く。どっちでもいいよ。俺が行くわ。うん。これ真剣やるわ、ちゃんと。それっぽい。その、当てさすってことだね。うん。だから。そうそう。俺、西田に当てさせて。家帰ってきたけど、誰もいいひん。家帰ってきたけど誰もいいひん。家帰ってきたけど誰もいいひん。誰もいいひん。誰もいいひん。でしょ。これ。おお。すごい。正解やんけ。見事。すごいですね。あの、いやなんか、すごい顔保護すぎる。でもマンチェスターがすごい。シュート入れたぐらいの感じでやってみれるか。どこがすごい。すごい当たらへんってお前。あの、うん、これしかないよ。いや いや、こここれもあるやな。いや俺なんか家帰ってきたって言ってたし。
ほらこれ当たったっていうことはどう？これで1枚成功。これ成功ってこと。ほら次俺がやるってこと。そうそうそう、はい、頼むで。なあどうしようかな。あいい行くで。お腹すいた。あ、お腹すいたじゃないな。腹が減った。増やしてってね。これや。腹が減った。これ。どう？いや、違うやん。いや、ほな、この場合はどうなの？これは。失敗。これ失敗なんで、もう。よけとくってこと。行くで。私の名前はジャクソン提督。ようこそこの船へ。ようこそこの宇宙船へ。私の名前はジャクソン提督だ。これか。俺すっごい分かりやすく言って。いや。下手くそじゃないこれ。いやいや分かりやすすぎて。いや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 、取ってほしいね俺。分かり、オッケーオッケー。ほなら成功や。オッケーオッケー。ちょっと待って。それを見てそれだけで。こっち見てやったら目線で分かるやろ。98これ違う。あ、そっちなんや。だから俺確認してん。これと被ってるようなんがあるかどうか、そこで俺が違う。いや、これも98点に見えるやろ。でもいや、これだって今なんか鉛筆持って、鉛筆持って今解いてるとこや。それテスト中やん。それはさ、あのそれは違う。これだけで取れるようなこと言わないか。だから俺チェックしてんで、これまだテスト中やん。じゃあこれが失敗ってことか。それ失敗。この面積どうやって求めるんだやろ、これやったら。これ失敗やでさ。なんで干潮すんだよ。なあ迷ったやろ。なんで干潮すんだよ。いやこれだから干潮されて、じゃあ失われてんかな。いやだこれ失敗だ。これむずいぞ。次は絶対当てる。当てるわって俺が当てんねん。奥義握りっぺ。これやろ、これやな。よっしゃ、ちょっといいよ。アッフォー。だからそのお前それだけ見て言うてない。なんかちゃんとかぶこれとかぶりそうやなみたいな。アッフォー。見事やん。いやいや、そのこれとも思うやん。いやでも分かるやんけ。男の声出したやろ俺。男声でやったやろ。早弁早弁。これや。おお、じゃあ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 。いけるいける。これあと全部取ろうや。あと全部絶対取ろうな。言うで。なんで燃えれんねんこれ。お前の家遠いな。お、うん、正解、正解、見事。あと全部取るな。あと絶対取る。なんでこれで集まってんの。取れる、絶対取れる。あと取りたい。5分の4足す3分の7。これや。だいぶいい人よりだった。ちょっとあえて難しくいこうか。ああ、そうでしょう、そうでしょう。次俺行くで。うん、そうやろ。失敗。
今までそうやって教頭と校長が双子これかな。おお、正解。おお、朝礼とかそういうこと。将棋のオールの中させる。そうそうそう。なんなの、あのギャラリー。そうか、俺何回かこういうの見たことあるけど。これ、これや。ええの見せたるわえて連れてこられて、そうそう、これすごいのあるでって言われて、ちょっとカッコつけて、そうか、俺こんな何回か見たことある遅っ。夢から UFO を呼ぶぞ、夢から UFO を呼ぶぞ。あー、これかな。それそっちに入れたら数えられへんやろ。あ、でもこれ結構かぶってるよね、ちょっと。どうしようかな。畑はじめくんを学級委員に立候補しようこれや。いや、難しくない。めっちゃ大きくわ。コーヒー牛乳だ。給食でこと、給食の時にいつも牛乳やと思ったらコーヒー牛乳やった。コーヒー牛乳だ。いや、まあまあこれか。何個いった？12枚じゃ。12枚。これ優秀な方じゃん。12ですよ。これすごない？こんな当てれる人いんの今まで。いや、すごない。もうすごくなさすぎて。いやいや、あのなんかこれ日本記録ちゃうか。いや、何年こうねん、日本記録なん。これやってほしい、面白いよこれ。大人数でやったら面白そう。100人ぐらいでやってほしい。いやいや、それむちゃくちゃなの、100人ぐらい。ミュージックライドオン。学生時代もう何よ、古い古いね。お前は古いね。毎日のように俺の家に遊びに来てた。古いね、お前の話が。毎日俺のおかんがご飯を作ってお前に食べさせてくれてた。でもお前は一回もごちそうさんって言わんかった。それなんでや。小さい。うちのおかんにごちそうさんまとめて一回言ってこらい。俺は確かにお前ん家に行っていた。あんでご飯も何回か食べさせてもらった。でもそんなに食べてない。すごい大きな卵焼きとか見たことないぐらい大きな卵焼きあったな。あんなどうやって作んねん。お母さんの卵料理や。めちゃくちゃ大きい。お母さんの卵料理や。大きな卵焼き。デコレーションケーキぐらいの卵焼き。あれじゃ俺はそのままや。ごちそうさん言うてくれ。卵焼きごちそうさん言うてくれ。それとお前、俺の親父が死んだ時、死んだな。お通夜に来た時来たけど、なんで葬式怖かった。おがもう一緒におがもう。葬式は。おがもう。よいしょ、ミュージックライドオン。西澤、お願いや。今日この場借りて一緒にお母さんにごちそうさん言おう。そして親父に一緒に手合わそう。そうなったら新しいダイアンになると思うな。なるか。絶対に手合わ。お前、俺はお通夜にも行っている。その時ちゃんと手を合わしている。いやいや、な、小窓から顔、お顔も見た。ああ、すごいすごい顔色してた。それ知ってるから。それ知ってるから。すごい怖かった。すごい怖かった。人の人のおじいちゃんぐらい年取った男の人のあの顔は一番怖かった。でも俺は眉を一つ動かさずに見た。俺はあの小窓からしっかり見たぞ。なんでそのお通夜行ってる。俺はお通夜に行ってる。俺はお前。そしてあんな大きい、あんな大きい、こっ
大きい卵焼きに、あのクレーさんに言おう、ケーキごちそうさま、お母さんごちそうさまでした、したお母さんごちそうさまでした、すごい大きい卵焼きに、どうやって作ってるんですか、これはあれで育ったんや、ニワトリ凍ってんのかお前は、ニワトリ凍って卵を持ってる、俺はあれで育ったんや、こんな大きい卵焼き言わないね、言わせてないよまだ、なんでごちそうさまで、卵焼きとそのねえ死んだか死に顔をバカにしてんだと、お父さんの死に顔をバカにして、どうよ、お前の目標まだ達成できてないぞ、いけ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 、ミュージックライドオン、西澤聞こえてるか、簡単な言葉、ごちそうさん、ごちそうさんせ、ごちそうさんせ、ごちそうさんせ、すごい大きな卵焼きに俺はびっくりした、あんな大きな卵焼きが、お母さん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 、ワンホールぐらいのケーキ、卵焼き、あんた二度とやめてください、あの卵焼き二度とやめてください、卵焼きと白いご飯、卵焼きと白いご飯で戦時中華、今日はごちそうさんを言うの、普通のやったら言うけど、あんな大きな黄色い真っ黄色の卵焼き、オーケー、やばい、頭いて、腹痛っ、あー卵焼きの話、あれもごちそうさま言えない、あれもびっくりして引きました、あれで育ったんす、オッケーオッケー、じゃあ拝んでもらおう、拝んでもらおう、切り替えよ、拝む拝む方行こう、拝む方行こう、ミュージックライドオン、ごちそうさま諦めた、拝も一緒に拝もう、西澤簡単なことや、小仁田さんで拝もう、見てこうするの、拝もう拝もう、まずまずお通夜には俺はしっかりと言っている、そしてお前小窓からお前の親父の顔もすごい顔色してた、なんであんな、あんな友達に見せんな、あんなお前が止めに入れ、お前が止めに入れ、いいよお前西澤見んでええよって、あんな人の親父のあんな顔を見せるな、なあ一番怖かった、もう勝つよ、オッケー、おーあーあー拝まないね、なかなか本当に、ね、拝んでるっていうのがあるんだよね、だからね、はい、でお通夜にもちゃんと行ってましたし、これで僕は何もお通夜も何も言ってなかったら拝みます、なるほど、ただしっかりとあの時済ませまし て、 だそこも許してあげようよ、もういやお葬式の日来てないし拝んでないんです、なんで2日間も行かなあかんねん、まあまあそういうもんやん日本ってそういうもんやん、もうちょっと時間もない、ね、だからどっちよ、どっち、本当にやってもらいたいの、ごちそうさまでした、これだけ、行こう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 、ミュージックライドオン、頼む西さんはもう本当に簡単なことや、ごちそうさんよ、お母さん今から言うからね、ごちそうさんあんな大きな卵焼きをもう永遠に息子の友達に雑なんてどうかしてる、お前のおかんは普通唐揚げとかエビフライとかそんなやろ、あんな大きな卵焼きを威嚇してたんですか、見てよ、うちの息子を威嚇してたんですか、あんな丸くて大きな変なおかずを出していた息子の友達に、その友達が今息子のネタを全部書いている説明しようのない変なおかず、オッケー、全然違う、変なおかずなんです威嚇してたの、威嚇してたの、あんなすぎてこんな大きな卵、でかすぎて威嚇したわけね、パーティーグッズかなとでもなんかいいものは見させてもらったよ、そうですね、だってもう時間さえ許すんだったらもう何百回でも見たいちぎれますよ、ごちそうさんごちそうさん、俺一生分言いましたよ、もうごちそうさんって、
最近あのね、この一人カラオケの流行ってるじゃないですか、うん、僕も行きたいけどね、ちょっと恥ずかしいな思って受付とかさ、あ、一人でっていうのかな、そう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 、ほんなら、うん、カラオケの人受付やったるから、マジでお前お客さんとして来たら優しいやん、まあまあまあ、うん、頼まんな。あ、いらっしゃいませ、はい、予約された方ですよね。あ、予約はしてないですけども、え、予約されたお客様じゃないですか。してないです。え、予約されてた、はい、ミャンマーの AV 男優の方ですかね。お疲れ様です。違います。衛生ですか。違います。違います。どうですか日本は。違います。ミャンマーの AV 男優ってカラオケで予約してあるんですか。はい、違います、の方ですよね。違います。違います。え、違います。違います。すいません、予約してないです。ミャンマーの AV 男優の方やと思って。失礼だな。あの人来たと思って。有名な人いるんですか。そう、予約してないです。予約してないです。あの人かな。すみません、勘違い、すみません、すみません。普通のお客様ですね。はい、そうです。はい、今日は、何名様でしょうね。あ、一人です。一人。はい、いじめとかですか。ちゃいますよ。どんないじめやねん、お前。一人でカラオケ行けって、お前。それで言うてくださいね。言うてどうすんの、お前。私ちゃんと言いに行きますんで。どこに行くの、お前。保健所の方行きます。何の意味もないですよ、お前。一人で1時間ですよ。1時間で頼ますよ。お客様に今ね、はい、ちょっと無料でちょっとガムの方をお配りしてるんですけども、ガム、はい、いかがですか。ガム、はい、はい、あの歌う前にね、はい、ガム噛んでもらったら、はい、口の運動になってすごく声がスムーズに出るんですよ。あ、そうなんですか。はい、でもしよかったら、はい、無料になってますんで、はい、言ってください。もしよかったら、ほなください。入ります。はい。やっぱ無料やから。何やお前。風船ガムタイプの立方体の。はい、手渡し。手渡し。はい、すいません、うちの、はい、弾力あると思いますけども、結構ありますね。量噛んでくださいね。はい、はい、ちょっと生臭いですかね。ちょっとなんか変な。はい、焼く前のミノなんですけども。何してんのか。何してんのか。私手作りで。何してんのか。焼く前のミノをちょっとキューって固めて立方体に四角くしましてね。でちょっと乾燥さしまして、最後ちょっと塩振ってます。何してんだお前。絶対ミノなんか生で壊したらあかんやんお前。大丈夫、ホルモンやで。私さばいたやつなんで。ガリューで、ガリューかんやん。ガリューでさばきました。膨らまへんやん絶対に。風船打てるけど。身のサンドの部分なんで。はい、油身多いんでチャップとはなるんですけど。あとお客様ね、はい、カラオケの音量なんですけども、ちょっと絞り目でお願いします、ね。なんでよ。あの隣の部屋との仕切りが、はい、あの襖になってました、ね。なんでやねん。なんで襖やねんお前。もともとはちょっと民家でして、はい、で改装なしでやってるんですよ。せえよ。改装時間なかったんで改装なしやってます。せえよ。音絞り目で。なんでも音消してもらって。でも歌わずに座っといてもらうのがいいんですけど、ね。わし絶対くつろいでるだけや。おかしいやんそんなもん。俺歌うからな。あ、そうですか。で採点機能とかやるからな俺。あ、ちょっと今の採点機能がちょっと壊れておりましてね。壊れてんの。はい、でも大丈夫です。あのバイトの野村くんが随時あの部屋にあの待機しまして、歌終わり野村くんが採点してくれます。いや。なんでそんなやつに採点されなあかんの。だから野村くんはちょっとプロじゃないんで、素人なんで専門的なことわかんないんで、あの。何点とかじゃなくて、あ、良かったです。採点ちゃうやん。何それ。よう声出てますやん。ただの後輩やん、そんな。いらんから。野村くん、大衆めちゃめちゃきつい。いらんわ。何のやつ置いてんの。あとお客様に今ちょっとあのなりきりキャンペーンっていうのをやってましてね。なりきりキャンペーン。なりきりキャンペーンです。あ、はい、あの本人になりきって歌いたいっていう方おられると、そのアイテムをお貸しするっていう。おー、なるほど、ね。例えばこれでしたら矢沢セットなんですけども、はい、白いジャケットと白いマイク、はい、あ、矢沢永吉ね、はい、ええやん。あとまあ AKB セットとか。あ、なるほど、ね。それでまあ AKB のあれ制服ない。もし何か希望のあるやつあれば言ってくださいね。あ、じゃあ尾崎、尾崎セットあります。ございます。あるな。一番人気です。あ、そうなんですか。こちら尾崎セットの角刈りのズラとゴルフクラブになります、ね。ジャンボやん。ジャンボやん。カリスマの方ですか。わかるやん。カリスマの。すいません。誰ジャンボ尾崎って。両巨頭やから。すいません。こちらの極太のもみあげになってますんで、ね。清彦やん。また会う日まで清彦やん。豊かや。尾崎豊か。どちら様です。知らんのもすごいな。あれだす。ごめんてね。こいつもうええからあの部屋案内して今がします、ね、でお客様がこの建物に入ってきた時点であの時間の方換算してますね。違うよ。めちゃくちゃ無駄な時間過ごしてねえのかここで。お前今もう案内します。お部屋が2階の201になりますね。これ何でわかってプレートです。201っていう忘れたらダメなんで。わかるの。2階のあの和室になってましてね。はい、でまたちょっとあの仏壇とか置いてますんで歴代のおばあちゃんの写真とか上に飾ってますんで。せえよそんなもんよお前。もしかしたら途中でおばあちゃんが仏壇の水だけ買いに来るかもわからないで。だって住んでんの
のまだお前まだ引き継ぎの段階でおばあちゃん住んでますんでね。おかしいやんか。もうめえよ。あとお客様、残り5分になりましたら部屋にあの野良犬話しますんでね。パニックなのそんなもんお前。電話せや電話。電話がちょっとついてないので。あなたみたいなそんなもんお前。でもとびきり臭いんで。部屋入ると前に分かると思います。もう近階段の段階でああ犬来たなって飛び切り臭いやつ。何言ってんねんこれお前。すいません、ね、頼むだほんまに。でお客様こちらの尾崎セットになりますんで、ね、いいな。どうもありがとうございます。ちょっとね寒いと思いますんで、ね、暖かい格好でね、行ってください。まだなんか寒波が来てるとか言ってるもんね。あそうなんやもうね、うん、また寒くなる言って、ね、たまりませんね本当に。ずっと寒いよね。まあまあ、いつあったかなんねんって思うわ。まあそういう時期やから。なんか言うといてほしいわ。いつぐらいにあったかなるよって。やるやん。いつぐらいにはその薄着になって、いつぐらいには半袖とか着れるよっていうのも言うといてほしいよね。不安なんねん。このままずっと寒いかなって。もう覚えてないの去年のこととか。いやほんまに。どうなるのとか。ほんまにほんまに。まあね。ずっと寒いやろほんまに。まあ寒いけどもね。布団とかも寒いね。寒いやろ。最初に布団入るのがもう嫌で嫌で、うん、何もしてないの。昔はなんか年中冬はワンシーズン冬は電気毛布お前入れっぱなしやってんワンシーズンずっと入れてた。ずっと入れっぱなしやってんやった。ずっと入れた。あれはもうちょっとでも冷やせへんかったあれはもう今はやってないの。やってやってあれやった。さすがに怖いもん。偉いもんでもうやらんようになった。あれしんどなんで、ね、昔し若かったからあれ耐えれて。あもう当時から思ってたで俺綺麗や布団出たらずっとあったかしとか、ね、ずっとあったずっとワンシーズン入れっぱなしだったもん。卵買ってんのか今はほんならなんかそういう電気毛布みたいなしてない。何もして何もして加湿器炊いて、うん、あの寝る前に暖房つけて、うん、で自動で切れるにして、うん、タイマーにして。そうそうそう。で夜中むちゃくちゃ寒くてさまたつけて。でも布団着てたらその寒ないやろ。いやでももう出てる顔がむちゃ寒かったりすんねん。この顔の部分がもう冷たい冷たい。むっちゃ寒いねほんまに。外で寝てるの外じゃない窓。そんな寒ないで。いやベッドの位置がもう窓際やねん、うん、それ風がちょっとあるってこと。ちょっと隙間風みたいな。どうしてもうっすら風って入ってくるやん。入ってくるな。あのなんか、まあ、うん入ってくる。吐息ぐらいの風さでっていうぐらいの なんか来るやん。そんな入ってけんよ。なんか吐息ぐらい入ってきてたらだいぶ入ってきてるわ吐息のなんかちょっと臭いやつ臭いの誰の吐息お前の反射した俺と吐息ちゃうねじゃ冷たいのがなんかそれがなむーっちゃ冷たい。だってあれやでカーテンあるやん。カーテンカーテンを例えば俺カーテン閉めるのがあれやね。遮光カーテンやからさ、うんうん、朝なんかもう明るないと嫌やね起きた時真っ暗に寝んのが。それだけでもでもだいぶちゃうやん。ちゃうけどカーテンだけでそれは分かってんねんにさ。カーテンだけでもだいぶちゃうでお前そんなもん分かった上でにさ分かった上で喋ってんでその薄いなんていうのレースみたいなのだけして寝てるけどそのふわーって吐息みたいな風でつまたいてでまた暖房つけて。ただ上の暖房つけたらさ加湿器炊いてるけどすっごい乾燥するイメージない、うん、もうそれが嫌や。それはエアコンなエアコン、うん、あなんか他ないもんだって乾燥しそうやな。そう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 、うん、だから気つけてんのそこ。そうでもそんな寒ないけどな冬何あの布団の中入ったら。いや寒なそれはもう外なんそれ人それぞれ。だから風が窓際やからちょうどパーって風が入ってくるからっつってんですよな。もうそれおかしなこと言ってへんね別に、うん、なんで納得できんしないよいやでもすっごい寒い。まあ な、ね、ほんま、ほんまなむずいよな寝る寝方ってな。そうでも3日ぐらい前にさ、うん、あの夜ご飯食べて、うん、夜寝てた夜中を顔がもうかゆうって かきむしってむちゃくちゃかゆかったよね。触ってみたらもうボコボコなってんの。なんか明らかにそう顔見たらもうほんまに、うん、なんかたまれるやん顔のパーツが中心に寄ってる人おみたいなぐらいの感じで俺顔腫れてもてるってこと。腫れてってんむくんでるってこと。腫れてんのジンマシン出てで、なんでやもって玄関がだカニ食ってんそのカニカニ。それ以外ないねアレルギー出るって言うやんカニ。カニ食ってんけどそれ、うん、今までなかったのに、うん、それが出だしてんの俺。急にでもなるって言うしなああいうのカナやろ、うん、でも食われへんわけやんもう。でテストしてへんけど、うん、いやいいか調べた方がいいんちゃう。だから調べに行こう思ってびっくりした、うん、でもほんまに朝起きてもまだでかかってん。めっちゃでかかった。でかかったすっごい。それでもブツ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 もできてんやろ。いやブツブツ引いて
うん、でもただに腫れてんの、すっごい。その書いて痒かった時あるやん、うん、痒くて触ったらボコボコしてたやつ、ボコボコしてた。その時は見てない、見て、それ見た見た。その時もうめっちゃ腫れてて、腫れてじましできた。そう、なんかボコボコなってて皮膚が。いや、しゃあない。じんましん、そういうもん。今まで俺じんましん、ケツとか腹とか出てたけど、顔出んの初めてやから、もうびっくりして。でも、喉も出てて。分からへん、その。地図みたいな感じで。あ、もうそれ見て余計。なんか体調のあれとかで出てたんかも分からへん。そのカニが芸人かどうか分からへん。まあ分からへんけどな。うん、でもちょっと手だ、試しにもう一回カニ食ってみるとかな。それで、出へんかも分からへん。いや、調べるよ、その前。ほんで、出たとしても、うんうん、それでもまだ2回やか分からないけど、もう1回また食べる。死んでほしい。アナフラキー的な。でもそれはさ、分からへんやん。ちょっと息苦しくもなった。ああ。ほな、もうそうやな。え、あれ、でもさ、寝れへん、寝れへん、怖い怖い、うん。カニだけなのか、甲殻類なんか分からへんやん。だからその、エビとかも、もしかしたら。その食べた食事の内容的に出そうなもんがなかったんほか、カニしかやろ、うんうん、一番出るやん、うん、よう聞くしさ、うん、聞くな。でカニ食って時もなんか美味しかったん、それは。めっちゃ美味しかったん、美味しかった、美味しかったんか。いや、何ねそれ、カニは美味しいやろ。どういうことやねんそれ。変なインタビューはすな。下手くそな、なあ。その刑事官、他は刑事官、いや他の食材は普通やったん。普通や。他食材何入れてたん、カニ以外の食材はさ。何入れてた、鍋、ね、鍋じゃない、鍋じゃない、あ、普通のカニ。これ何食うたん、そのカニ以外は。カニ以外何食ったやろな。それぜひ魚、お魚。カレー、え、カレー。俺どんな店行ってんねん。カニ食った後カニ出てくる、ね、変なおばはんがやってる店やんそれ。なあ、おにぎり、おにぎり。お前、おにぎりとカニってお前どういう料金設定ですか。どんな見たことある写真で。お願いしますわ、おにぎりと。ここのおにぎりとカニのやつで。言うけ、いや、カニだけやったらちょっと腹減るから、ちょっとおにぎり。そう、他は別に、そんな、アレルギーとかそんな出そうなもんは食ってない。で、絶対で。ちょっとなんかその、何やの、なんていうの、なんか、かい、うん、なんかちょっとずつ出てくるみたいなやつあるやん。うんうんうん、それ食べたけど、他はだって普通、絶対出んやろってもんばっかやもん、だって。なるな、魚やったし。でもそれはさ、さっきも言ったけど、エビも出るかも分からへんやん、甲殻類やったら。そうやな、うん、エビも分からへんよな。でもうだって、あら、ほんまいるやん、ほんまに急になるって。今まで全然大丈夫やったのに、ある日突然。俺エビ出たらむっちゃショックやわ。カニはだってさ、そんな年がら年中食うもんちゃうやん。そうやな。エビはもうめっちゃ食うやん、正直。めっちゃ食うし、うん、ちょっと入ったりしてるやん、知らんとこに。あー、なんか発泡酒、うん、よう見なさ、うん、ちっちゃいエビな、そうそう、とか入ったりするから、うん、そういうので知らんと食うたらさ、うん、顔バーンって腫れてさ。そこまで腫れてねえでさ。NGK の合間とかでさ、なんか地方圏とかでなんか何皿うどんみたいな食うてさ、で小さいエビ入ってんの知らずに食うてさ、うん、ほんまこんなんめっちゃでかなってどうすんねん。そんなにでかなってやつ見たことあるかも。風船おばさんやな、懐かしい。でなんて顔、このこれぐらいの中にもパーツ入ってんやろ、拳ぐらい。いや、ほんまにちょっとまだ拳なんだ。俺の顔、いや、実際拳やったらもともとあった目とかもちっちゃい。どういう症状、周りがでかくなって、なんでパーツが寄る、アレルギーなんぼ出てもパーツ寄らへん。なんで拳で集合すんだよ。怖いから、徐々に治っていく様怖すぎるやろそれ。ちょっと恐ろしいから、どうする、俺が拳台のパーツ集まって、ってってびっくりするやん。おい、どう言うねん俺、おじさん、何してんねんって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 、何も言わ、分からへんかもしれない、お前って。なんか俺もよう言わんから、東京からどっか芸人来たんかな。いや、芸人で出番表まず見ます。誰東京の子、芸人来たとしてもそんな顔のやつ言うたれや。名古屋から来た子か。こんな顔して拳に集まったパーツです。あれでも俺。なんで名古屋に。あの珍しいとか。怖いな。もういてへんねん名古屋に。それでもエビも調べた方がええんちゃう。いや、だからちょっと、それ種類もあるらしいよ。だからその、うん、チェックのさ。うん、なんか50種類とか100種類で値段もちゃうよね、うん、でまあまあええ値段するしさ、うん、でエビはマジでちょっと、あ、そう、調べんのかってこと。そう、うん、だから選べんねん、これ調べますか、これ調べますか、なるほどな、みたいな感じで。 なるほど、小麦とかさ、卵とかあるやん、うん、代表的なもんからさ、うんうん、であとはちょっとチョイスよ。でもカニはもう確実なんじゃん、トッピングみたいな感じで。
カニアレルギーはもう確実やろ。だってそう息苦しなったんやったら、ね、ちょっとな息苦しいっていうかもう熱うてかゆうてもうですっごいお腹も下したし、それは食べた夜ご飯で食べたんやろ。夜ご飯ほんで家帰ってからなったってこと。そうそう寝て普通に、ほんならもう寝つきぐらい寝ついたぐらい、いや寝て、ね、普通に寝てて、ほななんか夜中3時ぐらい目覚めてんの、顔かゆいと思ってほんでもうわーっとかけん書いてた、うーん言って、かゆいしな、うーんって書いて、なんでこんなかゆいねんと、そうなんで触ったらボコボコしてる、ボコしてるで、だん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 寝ぼけてるから、めっちゃかいてで、はっときて、あこれジンマシン出てるやんけてんで、もう行ったらもうボーン腫れてて、すごい大きなってる、怖っ、嫁起こそうかなもんだけど、こんなの起こしたらかわいそうやな思って、顔大きなってんねんって来てくれ、来てくれ、大丈夫かな、でネットで調べて、変えたらかって、冷やせって書いてあったから、すぐ冷やした、氷枕みたいな用意して冷やして、もうそんなジンマシンも引いたんや、引いたちゅうか、かゆみはちょっと引いて、ほんでなんとか寝れて、ほんで起きて下降りてた嫁が、なっ顔大きなってるやんってなって、パーツ寄ってどっちなんてパーツが寄ったんか顔が大きなったんか両方、あだからまあ顔が大きなったんか、腫れたってことやな。そうそうそう、さっそやろお前、俺どうなってんの顔寄って戻ったり寄ったりする、怖すぎるやろ。それでも若干残ってると思うね腫れかなんな、で薬もらって、内科行って、あ病院行ってそれはでもかなんな、そうか、まあ肝心は確実やな、でもカニだけやったらええな思って、そんなに食うことないし、そうやな、でもたまらんやんカニうまいやん、でもそんな確かに食うことないからけどエビとかやったら嫌やな、カニも無性に食べたくなるときあるやんそら、あるな、ほんでもしかしたらこの間のお前食ったカニがもう最後のカニやったかもしれないよね、人生 もしこのそれがほんまかアレルギー確定なんやったら、まあそうやな、ちょっと調べに行こう、それでも美味しかった、美味しかった、何やそのインタビューなまずいカニとか歩けよお前あらお前大概味一緒やでお前、いやその最後のカニになるかもわからんのが、美味しくいただいてた方がええやんか、まあ、そらそうや、それ美味しかったよ、最高に美味しかった、それでもよかった、それエビは調べた方がええな、いカニな、あじゃあエビもカニはまあ多分確実やん、あまあな、エビな、まあまあちょっとそやな調べた方がいい、この甲殻類、そうだってこの間あれやったっけ、このラジオで言ってやったんやったっけ、なんかご飯アレルギーの人おるとかさ言ってたやん、たまらないよ、ね、そんなもう最悪やん、ご飯アレルギーで、じゃあほんまちょっと気ぃつけて、気ぃつけはねえよな、調べた方がええんちゃう、だから俺アレルギーあると思うねん、ちょいっちゃよりジンマシン出んねん、お前だってよう出てるやんジンマシン、ジンマシンよう出んねん俺、前昔はコーヒーでも出てたしな、出てたな、めっちゃ出てたやん、コーヒーであるのアレルギーなんて、あるんじゃ、何でも多分あると思うで、米があるぐらいやから、そうちょっとね、いやいや俺も、調べ、気をつけて、調べた方がいいんじゃないでしょうか、いや調べんねん、お前からなみたいになって自分からそれでも調べた方がいいんちゃう、全然俺が言ってんねん調べるわっつって、じゃあほらちょっと調べてさ、またほら結果どうやったか、あカニもなんでこんなとこで俺結果発表しなかった、僕のアレルギー発表します、いやエビもエビは大丈夫やったわとかさ、まあね、エビはもうあかんかったわとかさ、あるやん、どうすんの俺エビあかんかった言うたらお前お前まあでもいっぺん調べよう、お前調べた方がいいで、発表するわほんまに、それは結果また分かったらな、まだ、でもそんなことよりもどうもダイヤです。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当にありがとうございますね。ま、大丈夫だったんですか。シャワー水しか出なかったんですよ。よかった。むちゃくちゃ腹立ちましたよ。よかった。よかったってね。ねね、ちょっとね僕はこのちょっと腹立つことがありましてね。何ですか、ほんまに自転車に乗ってね夜家帰ってたんですよ、前から警官の指揮ましてね、初めて職務質問とされましてね、それちょっと嫌ですねほんまに、まあ、当然僕は何もやってないんですけども、いざ目の前であれをやられると、すごいなんか焦ってきてね、すごいあの挙動不審になってね、すごい変な感じになりました。何やねん、何笑ってんの、全然おもろないでいや怖いんですよ、初めてやったから、ほんなゲップやってみようや、でも職務質問してこい、俺バシって言うてるからさ、見せたろな、はい、あ、ちょ、はい、小学生ちゃいますよどこがなんですか、え女の子どこがなんですか、男ですね、なんすか、怖い、親戚の結婚式ちゃいますよ、無理やりすぐ着るわけじゃないし、なんすか、なんすか、警官やねんけど、なんで帽子見せるんですか、
普通手帳でしょ。なくしたから。え、なくしたんですか。うん、大丈夫ですか。大丈夫よ。いや、大丈夫じゃない。大丈夫やから。大丈夫。大丈夫やね。大丈夫ですか。大丈夫。ほんまですか。まだ上司には報告してないけど。やばいでしょそれ。大丈夫、めちゃくちゃ仲いいから。いや、そういう問題じゃないですよ。同じ塾行ってたし。関係ないですよ。関係あるから。え、なんですの。もうよろしいの。いや、こっちのセリフですよ。なんですかこれ。もういいですか。すみません。いやいやいや、こんな時間に何してんのかなと思ってね。ちょっとあの DVD 返しに行ったんですよ、はい、あ、やっと返した。やっとって何なんですか。ちゃんと期限内で返しますよ。2泊5日で。どんだけ遠いとこ行ってんすか。2泊3日ですよ。純真作で。いや、関係ないでしょ別に。純真作で。何でもいいでしょ別に。いやいやいや、純真作です、うん、名前ね。え、名前、え、純真作っていう名前の方やったんですか。よろしく。このタイミングですごい名前の人来た。なんで気づいてない。ほんであんま警官なんならんでしょ。あ、手帳なくしたから。あ、大丈夫ですか。大丈夫やから。なんですの。もうよろしいの。だからそれこっちのセリフなんですよ。もういいですかこれ。わけわからん。ありがとう、ありがとう。何がありがとうなんですか。ありがとうね。何がありがとうなんですか。ありがとうって何を書いてるんですかそれ。これありがとうって書いてる。どういうことなんですか。今日一日何回言えるかっていうのやってるから。ありがとうって。むちゃくちゃアホやんこの人。ありがとう。むちゃくちゃ書いてる。ありがとう。すごい書いてる。怪しいね。何が怪しいんですか。なんか身分証明できるもある。え、何でもよ。なんかなんすか。へそのかなんか持ってへんよ。もう見せて判断できないでしょそれ。取れてる。取れてるわ。ありがとう。何がやねん。ありがとう。書くなよありがとうって。ありがとうね。どういうことやねん。何でもよ。なんか免許証かなんか。免許証。ああ、これですよ。君いくつ。46や。ああ君、え、原付の免許しか持ってへんやん。はい。46で。はい。原付の免許だけ。はい。これどういう意味。どういう意味って。ありえる。そんな どう説明したらいいんですかそれ。しかもこれ、はい、去年撮ってるやん。45で。45で原付の免許だけを取りに行ったの。これどういう意味。だからありえる。それをどう説明したらいいんですかそれ。パーティーグッズ。これどんなグッズやんねん。君がやってるパーティーの。どうもね。見て見て、46で原付の免許だけって本当にあるわけちゃうねんやこいつ。ねえ、これカードゲームのやつ。どう遊ぶねんな君がやってる。俺のカードはこれだって出すんかお前。これ一番弱いカードやね。46で原付の免許だけって全部に負けるやつ。これこれ一番弱いやつ。全部に負けるやつ。これ全部に負けるやつ、ね、返せ。さっきからわけわからんことばっかりやがって。お前ほんまに警官か。さっきからわけわからん。お前ほんまに警官か。ありがとう。何がありがとうやねん。お前ほんまに警官か。歯多いね。歯すごい多い。すごい歯多い。歯多いし、歯の間が真っ黒。すごい黒い。すごい歯多いね。なその歯多いの。なその奥歯まで見えてる。キュッキュに生えてるよ。な歯茎がまっすぐなの。ちょっとおいおい、言いしなさい。言いしなさい。警察や、言いしなさい。歯黒いね。初めて言われた。歯黒いやついます。誰呼ぶだよお前よ。パトカーと弁護士の先生。何弁護士のわけよ。からちょっと歯多くて歯黒いから逮捕します。いや、むちゃくちゃやないかい。でもええわ。どうもありがとうございました。お願いします。お願いします。何言われてますか。何おかしいですか。何もおかしいですよ。ありがとうございます。ね、なんか出てるじゃん。何も出てないです。大ね、はい、まあまああのね、もう大人じゃないですか、うん、僕たちもね。そうですね、はいはい、でやっぱ大人だとね、やっぱニュースとかよく見るんですよ、まあ、確かにね、うん、はい、でやっぱニュース番組とか見てたらね、はいはい、俺も一回ね、ちょっとニュース番組やりたいなと思って、うん、僕メインで。そりゃ無理やって。お前なんでよ。むちゃくちゃ難しいねで。分かってるよ。やってる人とかものすごい頭いいやで、ね、お前、うん、古田千尋さんとか元アナウンサーやし、うん、美濃もんたさんも元アナウンサーやがなお前、うん、で筑紫哲也さんおるやんけ。あのすごい人やで、あの人も。お前分かってる。全部分かってるよ、うん、だから筑紫哲也さんあれでしょ、うん、あれ元 NBA 選手でしょ。違うわお前、ね、NBA 選手なわけないやろお前。ブルーズで見たけど、ね、ダンクショットするわけないやろあの人が。お前いやガードやったからダンク。違うわお前、何言ったんだお前は。とりあえず俺やりたい。え、そうな。俺が全部仕切っていく。あ、そう、うん、やってみるか。うん、やったらいいやん。ほんで俺あのスポーツコーナー担当するわな。ほんでニュース終わりでスポーツに振るとこあるやんか、うん、あ、ものすごくかっこいいから、まあ、あ、こうやってみようね。あ、かっこいいな。そう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 。先ほどお伝えしました銀行強盗犯は今なお逃走中です。続きましてスポーツ津田さんです。まずはオシムジャパンの速報です。強豪イタリアと対戦したオシムジャパンですが。イタリアとですか。はい。あ、イタリアというのはね、やっぱり強豪なチームですから、はいはい、今日の試合の結果が楽しみです。はい、強豪イタリアと対戦したオシムジャパンです。イタリアといえばね、あの前にジダン選手が続きしたね、はい、事件を思い出してしまいますけども、はい、今日の試合ではそのようなことがなかったというのを期待します。強豪イタリアと対戦したオシムジャパンです。オシム監督、ね、喋らせよ。
結果言わせよ、お前。オシム監督というのはもうおじいちゃんなのに体が大きすぎて少し引いてしまいます、ね、でかいけどもやな。ニュースの途中で言うわけないやろそんなことよ。お前絡みとかあんのよ。おかしいやろ、いろんなちゃんと振るやお前な。続きましてスポーツツアーさんです。はい、まずはオシムジャパンの速報です。強豪速報です。強豪イタリアと対戦したオシムジャパンが2対戦でオシムを破れてしまいました。次回のオシムジャパンに期待したいと思いますね。続きましてプロ野球です。じゃあな、今日の対戦カード、まずは巨人対阪神。阪神初回金本のホームランで先制、しかし6回巨人の猛攻に遭い6対0で敗れてしまいました。続きましてパ・リーグです。西武対ロッテ、こちらの試合はですね、なんで北酒場やねんお前。今日おかしいやろ。今日がなかった場合は合わしていけやお前が。チンプレーみたいになるやないかお前よ。知らんがな。ちゃんとやるよお前。続きやっとんねん。ええお前ね。ちょっとスポーツ終わってまうけども。ええよ別に。スポーツアツアさんでした。ありがとうございました。続きましてこの1週間の芸能情報をお伝えする芸能フラッシュ。まずは、残念なニュースが舞い込んでまいりました。渡る世間は鬼ばかりなどが有名な作家の橋田壽賀子さん、橋田壽賀子さんの、ドーピングが発覚しました。ドーピング？なんでしたん？ドーピング？関係者によりますと最近ひどく悩んでいて、指がムキムキになっていたということですね。むっちゃ早く書きたかった？そんなとこドーピングしたん？芸能フラッシュは以上です。終わりかよお前。 CM の後は今日の特集、今話題のあの人、茶碗蒸し二郎さんに密着。誰やねんそれ。誰やねん茶碗蒸し二郎って。お前よ、いやマルチタレントや。聞いたことない。レポーターとか行く、いろんなことやるって。ちゃんとやれよお前。ちゃんとやってるよ。お前うるさいだけや。ほなお前茶碗蒸し二郎やめやれ。お前おかしいから。なんでお前が決めんねん。おかしい。俺も言うてもうてんねん。CM の後茶碗蒸し二郎さんの密着で言うてもうてるやん。ここでやめたらもう抗議も殺到するやん。どんだけマジでやんねんお前。 V の用意もできてんねやから。もうええよ、ほんのやれよお前。もうちょっと V よりから、もうだだだ V よりスタジオから。オッケーオッケー。なるほどね。今日はまあ茶碗蒸し二郎さんのね素顔に密着したわけですけども、今日は特別に、ゲストコメンテーターの方をお招きしております。この方は茶碗蒸し二郎さんと普段から親交が深いという早稲田大学助教授土瓶蒸し二郎さんです。どうぞよろしくお願いします。今日はまあ茶碗蒸し二郎さんのね素顔にまあ密着したわけですけども、あ、こんな一面もあったのか、あ、逆にこんなに可愛らしい素顔もあったのか、こんなにも家族を大事にする人なのかと思ってね、私もちょっと VTR に引き込まれてしまったわけですけども、茶碗蒸し二郎さんに魅了され続ける人々、そして人々は一体茶碗蒸し二郎さんに一体何を見たのか、それが今日ほんの少し分かったような気がします。以上今日の特集でした。俺はよお前ドビムシは。おいどうしたらええねん俺お前。続きまして津田さんのお天波です。お天気やってもうええわ。どうもでした。僕もずっとまだ独身でございまして、ね、あ、そう食生活がなかなかやっぱ大変なんですよ。まあね、ほんまにファーストフードばっかりでね、はいはいはい、ただまあ便利やからね、うん、結構行ってしまうんですよね。まあね、ほんまに24時間やってるとか、はいはいはい、あとまあドライブスルーがあるとか、ね、ありますよね、うん、でも僕ねドライブスルーの今まで一回も経験したことないんですよ、うん、珍しいやん。そうやねん、だからちょっと今日経験させてや。ほうほうほう。店員役やって、はい、俺車で来るから。なるほど。雰囲気だけでも味わいたいから、はいはい、やってみな。はい、はい、いらっしゃいませ。びっくりした。お前いらっしゃいませ。走ってる途中の車、地磁気出てましたんでね。走ってる途中の車、地磁気が出てましたんで。びっくりした。店員、店員です。走ってる途中の車、地磁気が出てましたんでね。びっくりした。初めてやね俺。初めてですか。そうやね。いらっしゃいませ。ほんまに本来ねこちらのマイクでご注文していただくんですけども、はいはいはい、ただいまちょっとマイクの方が壊れておりましてね、直接対応させていただきます。正社員です。それいる？それやんでよ別に。いやバイトやと思われたくないんで。いや舐めたりせえへんよお前。昨日なりました。あ、そう、はい、ウエスウエスってないのお前。前壊れてんの？そうなんですよ、3年前から壊れておりました。いや直したら。そんな前から壊れてんの？まあ一回直そうかっていう話出てたんですけど、なんかぐちゃぐちゃってなってなくなりましたね。なんで直した方がいいって絶対に。それちょっと社員旅行と時期が被ってましてね、ちょっとみんなそっちの方夢中でぐちゃぐちゃってなってなくなりました。いや帰ってきたら分かるやん、はい、すいません。なんでぐちゃぐちゃってなんの？あ、そうですか。え、あ、ほんまですか。何？いやいや、え、軽自動車ですか？え、軽自動車？いや、あかんの？いやいやいや、車検？違うよ。台車今？違う違う、メイン。え、メインの車。メイン？うん。これを軸に回してる感じ。そう。中学生？どういうことやねんそれ。違うよ。いやいや、さっきまでね、フェラーリ、フェラーリ、ポルシェって続いてて、次何の車来るやろってみんなで言ったんですよ。で、まさかの軽自動車やったんで。いや、まさかでないの。そういうこともあるやろ、お前。軽自動車入ります。なんで奥のやつに言うの、お前。なんで奥に言うねんお前。軽自動車でした。お前金かけたんかお前。いやいや、何やのこれ。お客様ご注文の方は、チーズバーガーセットでいいっすわ。チーズバーガーセットで。お客様ポテトの方なんですけども、揚げた方がよろしいですか。そりゃそうやろお前。生で渡されてもお前。切った方がよろしいですか。いや丸ごと揚げんの、おかしいやろそんな。カットで。そりゃそうやろお前。わかりました。あとお客様、ポテトなんですけど、渡す時なんですけども、一括で渡した方がよろしいでしょうか。それから一本一本渡した方がよろしいですか。一括やろ。
何でも待っとかなあかんねん。おかしいやろそんなもん。お前いかつで当たり前やお前。あとポテトなんですけども、サイズなんですけども、うん、強中弱とございます。いや扇風機かお前。扇風機みたいになっとらないかお前。扇風機じゃないです、ポテトです。クレーマーですか。どういうことやろ。軽自動車に乗ったクレーマーですか。一番怖いです。何やねんお前は。それが SML やろ。強中弱です。で SML やんか。強中弱です。ほな弱でええわ。S でよろしいですね。何やねんお前は。お客様ちょっとポテトの方なんですけども、うん、少々お時間の方よろしいでしょうか。あよして急いでんねんからこっちも急いでます。何やねんお前は。正社員です。上がっとろお前。お客様出来上がるまでの間もしよければえこちらどうぞ。何なんですかこれ。私の高校の卒業アルバムなんです。いらんわ。なんで今お前の高校の卒アルバム見なあかんねん。そんなもんお前。私の7校上の人の卒業アルバムなんです。せめてお前の私一人分からへんねんそんなもんお前。私のございます。あのもうええ。見てください。見てください。何やねん最後の方のページのね、あの個人写真のページ見てください。何。私3組やったんですけど、なんかミスプリンとかなんかでね、これあの全員私になってるんですよ。いやお前やなんで全員お前になってんの。どういうことこれ。どんなミスこれお前。何やのお前の。お客様ちょっと大変申し訳にくいんですけども、何何あの当店ですね、あのお会計の方いただくシステムになっております。めっちゃそうやろ。世の中全部そうやからお前。お会計のよろしいでしょうか。いくらなの。チーズバーガーセットなんで、本来550円なんですけども、軽自動車割引入りますんで70円いただきます。なめてんのかお前。70円で結構です。どんだけ割引くねお前よ。軽自動車なんで70円で結構です。70円で。ほんな100円よ。100円使いします。30円のお返しします。レジ高いなお前。こんなんなってたよお前。店長に合わせてますんで、ね、店長でかっ。まあ店長もこうしてますけど。店長もこうやってるのかお前。どんな店やのお前。はいはい。じゃあはい渡せよチーズバーガーセット。すいません、乗ります。乗るわ。乗るスペースあります。あるよお前。一回やってみますぞ。何やお前。お待たせしました。なんでこっちから渡すんだよお前。確実に渡したいんで。こっからで渡せるのか。確実に渡したいんで。何やこいつ。あんまりもう飲んだやすごい狭いですね。何やねんお前は。圧迫感がすごい。腹立つわお前。すごい狭い。こうなってきた。何やこいつお前。ナビついてます、ね、あかんのかお前は。軽自動車のに。ええやろやお前は。三重の通に設定してどこ行かすねんお前は。渡すのお前。何やねんこいつほんまに。いらっしゃいませ、ご注文の。あ、さっきのお客さんです。何やねんお前は。もう帰らたかなと思って。だからもう行くわ。すいません、ちょっとあのキャンペーン中でちょっとあのくじ引きでやってください。くじ引き。皆さん引いていただいて。あ、イカ戻してください。すいません、イカ戻してください。どういうことやねんお前。普通車屋の方でした。どういうことやねんお前。軽自動車か。ちっさ。ピンセットで。何やねんこれ。いやこれや。はい、ハズレです、ね、いやもうええわ。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。いきなりなんですけどね、この後僕ものすごい腹立つことあったんですよ。これコンビニ行ったんや、うん、でおにぎり行こうてん。で家帰ってみたらそのおにぎり賞味期限切り取って、めっちゃ腹立つ。腹立つな。腹立つよほんまに。腹立つけどそういう時もうどうしてか分からへんやろ。どうしてめちゃめちゃ文句言いたかったよそんなもんお前。おにぎり1個で文句なんか言われへんね。恥ずかしい。言わなあかんねんってお前。恥ずかしい。なんか指やってみようよお前。お前コンビニの店員やってよ。店員、俺文句言いに行くから、はいはい、こうやったらいいので教えたらな。ウィン。いらっしゃいませ。すいません。はい。最近この店でおにぎり食うたんですけども、家帰ってみたらこれ賞味期限切れてるんですけど、これどれなってんすか。食べれる食べれる。どんな店員やねん。どんな店員やねんお前。アフリカの子供見てみよ。言うかそんなこと。お前もう帰るよ。何やお前は。どういう設定やねん。たまにすごい自分持ってるやつ。そんなんおらへんよ。ちゃんとやれお前。頼んだお前。すいません、先この店でおにぎり買うたんですけども、はい、家帰ってみたら賞味期限切れてるんですけど、これどらなってんすか。ほんまですか。ああ、すいません、大変申し訳ございません。ああ、すぐにあの新しく行ってきます。なんでお前が握るの。握るってないね。ごま味噌マヨ。ごま味噌マヨ、えら複雑なつ。ほぼ調味料やん。食うわけないやん。うちのちゃいますよ。ちゃうよ。ごま味噌マヨなんか置いてないです。なんでお前が握るの。握るってなやねん。握るってお前。うちの店は店員が家で握ってきたやつを並べて、うん、買うわけないやん。ラップぐるぐるやで。もうええわお前。全然さっきからできてへんが。俺が店員やなお前の。今の品出し終わりました。え、しんどいっすね。佐々さん今日何時までですか。え、10時。あ、長いっすね、うん、僕6時です。あ、そう、はい、うん、さあさあ、でどっから来てあるんですか。え、手の字。あ、近いですね、近、うん、僕はあのキャンです。岐阜。岐阜。岐阜から、はい、大阪のコンビニに、
なんで？ちょっと大阪のコンビニにちょっとなんか憧れみたいなって。岐阜にもあるやろ。やりますけど岐阜のコンビニと大阪のコンビニ全然違いますよ。そうなん？まあ言うても一応あの岐阜のコンビニ、うん、ちょっとやらしてもらってます。あ、そう。すみませんなんかちょっと自慢みたいな。自慢になってんの？何の自慢にもなってんの？え、どこで？はい。どこ？AP？ え？AP？ え AP？ エビ？エビじゃないエビじゃない。好きです。聞いてへん聞いてへん。あるんですか？ないないない。聞くわけない、いきなり。え、ファミマ？ファミマ？ファミマ？アメマ？違う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 。カンペイさんですか？違う違う違う。好きです。聞かへんから。来てはるんですか？アメマとは聞かへんし。いや、どこ？どこでやってたん？あ、お店のな名前ですか？そう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 。あの、触れ合いって。触れ合い？聞いたことない。いや、地元に一軒しかないとこで。あ、そう。家族ぐるみでお惣菜メインなんですけど。コンビニ？コンビニですよ。ほんま？あ、ペンチとかも売ってますし。コンビニそれ？コンビニです。ほんま？あの、ちゃんとパンクとかも直してくれるし。コンビニちゃうよそれ。コンビニです。ほんまに大丈夫？はい、あ、そう。ただこの丸いやつあるじゃないですか。うん。この白いやつ、これなんすか？それ肉まん、肉まん。肉まん？うん。肉まんでなんすか？知らんの？岐阜にもあるやろそれ。いや、フレアにこんなん置いて。置いてへんだけやろそれ。マジなお前。おい、どんなよお前。マジなお前。食べんなよお前。マジなお前。おい、何戻してんのお前。マジなお前。何お前。何お前何笑ってんねん何笑ってんねんお前何笑ってんねんお前おい怖っ何何何下の白いやつも一緒ですかそれアンマンアンマン、うん、アンマンって何すかあんねんアンマンってさ食べんな言うてんねんお前うまっそれうまいっすやんそれ一番人気ないでお前何戻すなってお前何笑ってんねんお前はなんでこんなやつやっとってん怖いねそのスーって何の怖いねんゲーゲラゲラゲラ笑ってスーって何の怖いねんなんだお前は感情なんやねんお前の教えてくれこっち住もうかな思って客やるやんお前岐阜から遠いんすよなんでお前も店員やってんの雷鳥乗ってきてるから雷鳥で来なお前定期代月12万かかってる高すぎるやろお前雷鳥の定期すごい大きいんですそういうことかやろお前 iPad ぐらいあるそんなわけやろお前なんなの俺が店員やるってお前客やれやお前言えやじゃあ分からへん言わんで分からんそんなもんなんな俺客なお前店員おにぎりのくだりを見せたいからこんな長々といらんかったよおにぎりの賞味期限それが長いからそうやって、うん、頼むからなな俺めちゃめちゃ感が鋭い店員やるわ普通のやってよ頼むのお前ウィンおにぎりちゃいますめちゃ感鋭いねおにぎりでしょめちゃ感鋭いちょっと待っとってください俺新しいごま味噌マヨですもうええわってどうもありがとうございますいや最近ね一人カラオケいうの流行ってるじゃないですか、はあ、僕も行きたいんですけどね、うん、ちょっとなんか恥ずかしいっていうかさちょっと受付がさちょっと緊張するじゃないですかすごい噛んでるやんちょっと受付がさびっくりしてんねんちょっとまだちょっと受付がちょっと緊張するな思ってさ今ちゃうの今緊張してる受付ちょっと緊張するな一人ですっていうのがそうほな俺ちょっと受付やるからお前ちょっと練習できたらお頼むわ、うん、いていのお前いらっしゃいませあこんにちはいらっしゃいませ、はい、予約されてるお客様ですねあちょっと予約はしてないんですけど予約されてるでしょしてないしてないですえミャンマーの学校の先生ですよね違う違う違うお疲れ様です課外授業ミャンマーの学校の先生ですけどって予約入ってるんですかはいいや予約してないですちゃいますちゃいますちゃいますあすいません、はい、ミャンマーの顔しはったミャンマーの顔で入ってきはったからすいませんいっちゃいますじゃあ普通のお客さんです予約してないですすいません、はい今日は何名様でしょうかあ一人です一人はいいじめですかちゃうわどんないじめやねんお前ミャンマーのいじめ一人でカラオケ行ってこいとかそんないじめないっすよいじめって言うてくださいね私ちゃんと警察言いに行きます何個してんでんの、うん一人カラオケ流行ってるでしょ いや、いじめの方が流行ってますんで、ね、どんな言い方してんのもうロングセラーなんで何その言い方してんのお一人様で、ね、一人ですよお一人様、今日お時間の方は、うん一泊でよろしいですかせえへんわなんだろカラオケで一泊せなあかんねんそんなもんお前一泊二曲付きでよろしいですか二曲付きみたいな
二食付きみたいに。夜一曲、朝一曲で。ちゃんとご飯のタイミング。はい。ちゃいますよ、1時間ですよ。あ、1時間で。はい、あ、わかりました。お客様ね、はい、ちょ当店ね、はい、歌う前にちょっと無料で、はい、あのガムをお配りしてるんですけども。ガム？はい。なんで？まあ、歌う前にガム噛んでもらったら、はい、口の中がすごいなんかいい感じになって、はい、すごい円滑になって、なんかまとまるんです。どういうこと？全然意味わからなかった。まあ、歌いやすくなるから。あ、そうなんですか。まあ、無料なんで、もしいるやったら言ってください、ね。じゃあ、あの、ください。入ります、はい、やっぱ無料やから。あ、お前こちら、はい、どうぞ。はい。どうぞ。弾力すごいっしょ。何すかこれ。ちょっと生臭いですか。ちょっと、何なんすかこれ。私、手作りのガムなんですけど。気持ち悪い。え、手作り、まあ、焼く前の実のなんですけど。気持ち悪い。焼く前の実のちょっと広げて。ちょっと塩振って。変な口してる。焼肉のタレちょっとだけ。ガムでも何でもないよ、はい、気持ち生の実のなんか絶対食べさせちゃダメですよ。だから絶対飲まんといてくださいね。飲まへんよ、はい、絶対飲んでダメなんでね。どうですか、はい、あとお客様ね、はい、ちょっとあの歌う時の音量なんですけども、はい、ちょっとできるだけ絞り目でお願いしますね。なんでなんですか。いや当店ね、はい、隣の部屋との仕切りがあの襖になっておりまして。なんでなんえ、襖なん。そうなんですよ。え、なんで。まあ、あの元々民家でして、はい、あの改装なしでやってるんです。なしで、はい、改装なしでカラオケ作ってるんですか。やってみようかっていうことになって。うそ、すごい。音が全部聞こえますんで。マジで入ってくる時普通の家じゃなかったですか。びっくりしたよ。よう来れたなと思って。すごいな、はい、なんで音ちょっと絞り目で、うん、もう何やったら消してもうて、マイクの音も消してもうて、もう歌わずに座っといてもらうのがいいですか。部屋でゆっくりしてるだけやんそれ。いや、はい、歌いますよ俺ちゃんと。あ、で採点機能とかある。採点機能、あ、採点機能が今ちょっとあの壊れておりましてね。マジで、はい、あでも大丈夫です。あのバイトの野村くんがあの部屋に待機してますんで、随時野村くんが採点してくれます、はい、人がすんの。はい、え、マジで。え、野村くんなんか専門家かなんか。いや素人なんで何点とか分かんないんで、うん、歌い終わったらこう寄ってきまして、うん、あ、よかったですやん。マジで。いやそんなもんだな。声出てますやん。後輩やそれ。ただのええわ野村君は。でこの時にちゃんと貴重品だけ持っといてくださいね。なんでなんで。野村君ちょっと盗み癖があります。首にせえな。首にせなあかんよそんなやつは。すぐ通りますんで、ね、何してんのや君。あと当店今ちょっとね、うん、キャンペーン中でして。キャンペーン、あ、なりきりキャンペーンってなってるんです。なりきりキャンペーン、どんなんですか、はい、それ。まあ、本人になりきって歌っていただくアイテムをお貸しするってやつなんですけど。いいじゃないですか。例えば矢沢セットでしたら、はいはい、この白いジャケット、はいはい、そして白いマイクスタンド、これで矢沢さんのように歌える。めっちゃええやんそれ、まあ、AKB セットでしたらこちらの制服とか。女の子喜びそう、はい、なんか欲しいセットあって言ってください、ね、あ、じゃあの尾崎セットあります。あります。もう一番人気。あ、そうなんですか。世代ちゃうからと思ってます。はい、ちょっとです、はい、こちら尾崎セットの角刈りのズラとゴルフクラブになります、はい、ジャンボやん。ジャンボ尾崎やん。で襟足だけ別なんですけど。なんで別になってんの。一緒の方がなんかより襟足が分かりますんで別にしました。こうくぐってもらって襟足。 なんで俺ジャンボ尾崎の格好してくるの。わかるやん。あ、あっちの方ですか。わかるやろ。カリスマの方。そうや。反逆の。そう。カリスマの異端児の方です、ね。そうや。頼むます。こちらの極太のもみあげになります。清い子やん。おじき清い子。あの時代にこんな太いのはもうね、カリスマで。どこが反逆の。もみあげのカリスマといえばもうあのね、すごかったですね。おじき豊かやん。どちらさんですか。知らんの。知らんの。すげえなお前。ありがとうございます。褒めたよお前。部屋早案内してよお前。あ、一応お客様が当店に入ってきた時点で時間の方換算してますんで。なんでやねんお前、はい、部屋入ってからやろそんなもん。お部屋の方が201になりまして。頼みますよ、はい、こちらが和室の床の間になりますんで。そんな、はい、まだあの仏壇とか置いたままなってます、ね。置いてんじゃん仏壇。歴代のおばあちゃんの写真とか。マジで何も触ってない。布団も引いてますし、ね。お布団も引いてんの、はい、途中でもしかしたら、ね、おばあちゃんが仏壇の水だけ買いに入ってくると思う。、はい、まだおばあちゃん住んでんの。引き継ぎの期間なんでまだ住んでありますね。絶対言うたらか。小さいご飯あるすごい。あれだけお願いしますね。はい、ほんでお客さん終了の時間終了の5分前になりましたら、はい、部屋にあの野良に話しますんで。出ろお前。大パニックやなんかそんなもんお前。そうですね。そうですね。電話せやそんなもんお前。うちあの電話。それどれ喜怒哀楽の。喜怒哀楽のどれの顔。分からんね。どれ愛にも見えるし。何これ買ってきて、何してんの、ね、買ってきてユースケ好きそうやろな思って。
いや今日六本木歩いてたらさ、いいケーキ屋さんあってさ、あゆすけこんな好きそうやな思って。え、どういうこと？なんで？え？なんで？ラムない日、ラムない日にちょっと買ってあげたいなって。中にちょっとメッセージ。ゆうすけ47歳おめでとう。え、どういうこと？もう分かるやろ。どういう意味？もう分かるやろ。初めてな。システム知らなかった。あ、そうか。誕生日や。あ、誕生日？わざわざ買ってきてやんさ、ちょっと俺1時間半早く来て。嘘ついてる。嘘じゃないよ、ほんま。大変やってんかな。もうやっぱりその元気に健康第一、もうそれよね。あとみんなをやっぱ笑顔にする、もうそれいいことや。もうそれに全て捧げる、捧げてるけど今も。もういい。すげえ、もう切って食べてる。おいしい。負ける気あらへん食べ方やん。食べる？もういいよ。いや、こっち切れ。いや、もうええよ。こっち切れ。そういうの、俺ちゃんと切りたいね。こっち切れやん。ずっと丸ごと食べてんね。いやねいてまうぞ。ちょっと今年、あ、どうして、いや、ね、まだ食いたかったんか。いてまうぞ。ダイヤの You and Jim。 ハモれてた。完璧。ハモれ、ほんま。おお、うん、モザイククイズ。おお、モザイクがレベルが何段階かあって、うん、徐々にこう薄くなっていく。はいはいはい、なるほど。何かをこんなことしてる？してない。ほんまか？いや、もちろんしてない。おお、青い鳥。そうですね。あの、鳩やな。おお、正解です。フォルムか。俺のも持ってて。なるほど。青い鳥。いや、それはもう青い鳥はさ、種類まで言わなかった。それはもちろんそうやな。そういうことや。あ、そういうこと。オッケーオッケー。はい。オッケー。こんな感じでやっていきます。はい。じゃあ次いきます。これはむずいな。猫かな。せいや。猫やな。おや、お前。うん、正解です。うまい、なんか。見てんの。何やねん、俺のせいやって。どこがせいやって。ネクタイが黄色がない。あ、なるほど、黄色いな。そう、なるほど。まだ出てこへん。もっと後例だやから。じゃあ次いきます。生ハム。俺も思った生ハムって。あ、キリン。正解です。キリ。言ってる。なるほど。俺も生ハムや思って。あの棒の状態のやつだ。どうぞ。ゾ。ああ。ちゃうな。ホワイトタイガー。コアラっぽい。あ、でもパンダや。なんなん。正解です。なるほどな。お前なんか。おお、なるほど。今んとこどっちが勝ってる？あ、そう。お、緑色なの。
べ物かな。いろり。柿の外し。でも食べ物やな。食べ物の食べ物にすぐ引っ張られてこんな緑の子ある。枝豆じゃないしな。あ、エンドウ豆。え、次の段階行って。もうシンプル素材。あ、素材が白菜。あ、お前、俺も白菜やと思った。いやいや、それは遅いよ白菜なるほどなる、そういうこと、はい、はいはいはい、なるほど。なるほど。何かを答えるってこと。じゃあ何を答える。オッケーオッケーオッケー。なるほど。今のところどっちが勝ってるかな。オッケーオッケー。あ、これこそ俺やん。早く、うん。そうです。正解です。うん、なるほどね。あ、そういう感じか。あ、俺やな。うん、あ、俺やん。あ、そういうこと。そういうことね。なるほどね。はい。町田さん、あ、町田さん、和田さん、あ、小梶さん、タンクさん、全員言ってくれる、ね、よしよしよ、どれよしよ、クロワさん、正解です。すごいっすね。うん、なんかああいう時あんもん、クロワさん。どういう時やねん、朝。あれの時やねんか。NGK の朝。あの時事件起こした時やったなるほどな。いきます。はい。全然目が見えへんわ。これが町田さん。哲夫さん。ああ、哲司さん。違います。阪神師匠、巨人師匠。これですよ。これでは分からん。もう一個。ああ、哲夫さんじゃん。なあ、でも茶色いぞ。巨人賞、小梶さんじゃない？あんな茶色い人いる？正規さん。あ、違います。でも確かにだいぶ茶髪やで。そんな人いたっけ？あ、コモさん。コモさん。はい。砂山心素直。それ正解。なるほどなるほど。あんな茶髪やったっけ。茶髪やな。あんな茶髪やった。浅香明恵さん。ジャイコ。正解です。すごい。ちょっとだけスキッパーが見えた。すごい。ジャイコや。何これ。マントヒヒ。マントヒヒが洗濯も干してる。何これ。なんか餅担いでんな。タムケンさん。女性。何なのこれ。ジャイコ。正解です。ああ、なんか担いでるわ、ほんまや。ジャイコが餅担いでる。なんか担いでる。なんかの時のジャイコ。初めて見たこんな写真。力持ち大会。力持ち大会、ジャイコ優勝してんや。すごいな。力持ち大会のジャイコ。何ね、今後出てきそうやな。今後なんか出てきそうやな。力持ち大会。そろそろ行っちゃうから、俺先行こう。筋肉。違うの。え？そうだね。あ、バファローマン。色合いそうやけど。色合いそうやけど。なんか食べてる。うまい。赤、黄色いもん食べてる。誰や。八作食べてる西大。違う。時計してんねん。お前。キャンプやな、これ。なんかキャンプ場みたいな感じやろ。なんかでも裸っぽいぞ。着てる服。裸やね。だからキャンプ。西大がキャンプ場でトウモロコシ食べてる。あ、トウモロコシか。違う。西大じゃないのこれ。誰。あ、諸見里。あ、違います。ちょ、上の、ね、あ、マサさんや。マサさんが別荘でピザ食べてる。マサさんが川上さんで別荘でピザ食べてる。嬉しそう。おい、おいしいやろな。後ろ切り抜きにする。モザイクかけると全然西大さん、うん、見えた。マサさん。だからなんやねん。マサさんが見たら西大に見えるからなんやねん。どうぞ。
おかじさん。すごいなお前。正解です。ちなみに いつのおかじさん。ワイン飲んでる？ワイン。バラの匂いを嗅いでる小かじさん。タンクさんにどつかれて鼻血が噴き出してる。ちょっと。リンゴ飴を食べてる小垣さん。正解です。初めて見たわそんな、うん、早くね小垣さん腹立つアクレな憎たらしいアクレな、はい、あ寿司に握りにしたい寿司店寿司店にしたい寿司で正解です、うん、左手に持ってるよマグロオッケーオッケーもう分かってるはいはいどんだけこの写真出すね寿司でどんだけ見なきゃよこの西田寿司の写真毎回出てくる寿司だよね。えとこれは何これ紫色で誰って紫色西田のふくらはぎ誰って紫色になったん西田西田ああカンペマラソンの時西田この紫はカンペマラソンあの夕暮れと夕暮れと夜の間の時マジかわあの西田走った後の死にかけるこんな色なの紫色になってる。何これ？一日消防署長やった西田。パレード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 。すごい。パレードパレードパレード。すごい。西田西田。あの周り誰見てへんね。パレードしてる。こんな仕事してたんや。そうです。周り誰見てへん見て。お前。パレードじゃ。誰もおらんやん。誰もおらんとこパレード。これわからんこれ。わからんすぎる。ブロックでかすぎるこれ。これ分からんわ。どこ分からん。見てへん西大かもしれん。これ西大さん。じゃない？ゴリラ2匹が顔寄せて。黒いの。ゴリラ2匹が顔寄せて撮ってる写真。あ、町田さんが。お前や。あのつくし焼きそば。焼きそば。世界で。町田のつくし。ベッドの上な。ベッド。ラスト。何それをモザイクする。これ町田の手じゃない町田さん町田さんの手出てへんあれ左側、うん、つくしかつくしベッドから降りようとしてる町田、ま、町田さん何食べたのか町田さんはつくしつくし入りの焼きそばしか食ってないあ食ってないそれ作ってるんじゃんあーなるほどね、うん、つくし入りの焼きそばをあ食べてるわ、ま、車の中で車の中でつくし入り焼きそば惜しいですねバイト先かちょっと薄くしようほらあ、キャンプでなんかやつくし入り焼きそばを食べてる町屋さん正解ですキャンプでももうだからもう呪われてるからキャンプでもつくし入りの焼きそば食うの昔なんだそれもやし的に作ってないつくしを似てるけどさすごいやつ頑張っていきましょうねすごい人ですよねほんまにねシャドガンダープロポーズ言いてへんがなお前言いてへんがなお前お前の作ったアクエリアスが飲みたい味噌汁やろアクエリアスどうやって作ったんやねんお前お身をつけお身をつけいらんねんそんなもんねえやっちゃうんですよ何ですか最近ね地元のね、うん、友達がね、うん、結婚したんですけど、ね、あそう話聞いたらね、うん、プロポーズがやっぱ一番緊張したと確かにね、うん、何言うていいかわからないからねお前そうそうそう、うん、まあ一般的によく言われてるのが、うん、お前の、俺の名字になってくれとああなるほどね、うんうん、俺のパンツをゴシゴシ洗ってくれ、うん、ゴシゴシつけんでくれアホっぽいからねゴシゴシ言うたらねあとまあさっき言った味噌汁が飲みたいあああるねほんまにやっぱ緊張すると思いますよあそうやね確かに言うてもねだから僕らもねいっぺん練習した方がいいと思うんですよシミュレーションねいらんやろいやいやカップルとして、うん、俺がお前にプロポーズするから、うん、なこれ練習させてよほんまかうん頼むゆうこちょっと話はねえけどな何俺はもう付き合って結構もう長いやんか俺の名字になってくれへんかうわ見て高田純次ロケしてる何気にしてんねんお前すごい何を気にしてんねんお前おいやっぱ生で見たら意外とおしゃれやねんおしゃれやけどおいヒゲとかプロポーズやんこっちに集中せえやお前いや高田純次聞いとらへんだ高田純次なお見るやんちゃんとせえやほんまにゆうこちょっと話はねえけどな何俺とお前つけても長いよな俺の名字になってくれへんか私でいいのあありがとう、うん、実は私ずっとその言葉待っててん分かった、うん、じゃあ私今日からチャチャイモンコス有効になるわ何人やねんねチャチャイモンコスってお前ハイジン
やんけ 100% お前。ちょっと恥ずかしいけど頑張ってみる。それ恥ずかしいわ、ちゃちゃいモンコスやったら、うん、俺ツナやちゃちゃいモンコスちゃうねんアホ。ちゃちゃいモンコスになれるかな。ちゃちゃいモンコスちゃうねんっていうの俺ツナやちゃちゃいモンコス言うなアホお前。私もちゃちゃいモンコスになっていいのか。ちゃちゃいモンコス言うせなアホお前は。なあなんか出てきよろアホお前。言うせよお前よ。お前はセリフ変えるわな、うん、な、毎日お前の味噌汁が飲みたい。これでいくわな。味噌汁のやつ。そうそうそう、うん、それでいくわ。行くわ。ちょっと話しやねんけどな。何？俺とお前付き合っても結構長いな。俺毎日お前の作った味噌汁が飲みたい。そう思って今日水筒に入れてきて。そういうことちゃうねん。今じゃないねん。おい具がなかったから、うん、あの段ボール入れてみて。パリなんかお前。段ボールってどんな具やねんお前。遠目から見て、うん、具に見えるやろ。もうそちょっと見えるけどお前、お近くで見たダンボールやねんかそれお前。お揚げさんに見る。もうええわお前。さっきからお前今俺はな俺のプロポーズの話しとんねん。ほんな俺のプロポーズどうなんねん。何やなあ何やお前。俺のプロポーズどうなんねん。びっくりしたお前さっきからでかい声で。お前のプロポーズばっかりフューチャーして。何フューチャー。俺のプロポーズ全然フューチャーされてないやん。何やお前現時点で。何やねん次一回やん。プロポーズって何やねん。プロポーズって何やものすごいちゃんとしたプロフェッショナルな和尚さんが。いやそれプロポーズやで。そんなことはないよ。そんなことはないよ。作んなよ。そんなことはない。何やねん。何やねん。別個のもんやで。分かっとるからな。何やねん。プロポーズ。お前のプロポーズばっかりシミュレーションして。俺のプロポーズ全然シミュレーションされてないやん。俺のプロポーズが不安がってるわ。何やそれ。ブルブル震えてる。プロポーズ何や思てんねん。ずぶ濡れやぞ。俺のプロポーズ。今もやったらええねんか。ええの。気持ち悪いな、お前。さっきやったらええねんか、お前。緊張すんな。あ、そう？うん、緊張するわ。これ何て言ったらええ、何て言ったらええんだっけ。いや、だからな、うん、俺の名人になってくれとか、うん、パンツを洗ってくれとかな、うん、あの、お前の味噌汁が飲みたいとか、そういうことだよね。ちょっと緊張するわ。すな。うん、ちょっと話あんねんけどな。何何、うん、俺も付き合って長いやんか。うん、だから、うん俺の名字、名字が書いたパンツを味噌汁で洗ってくれやん。じゃあねえかな。全部一緒になっとんねん、お前。どっちどっちどっちって返事。やめときとくし言いようがないねんか、お。なんで味噌汁で洗わんときとくしかならんかな、お前。先生、お前。どうかおかしかったん味噌汁や水やないほう言うか言うか水やほう。わかる俺の名字が書いたパンツを水で洗ってくれ。違うって。もう名前忘れろ。小学生みたいになったろうかな。やめやめ。ほんなら、うんこがついたパンツを味噌汁でごまかしてくれって。聞かへんから。なんとかなんとかなりそうやけどなんとかやってくれ茶色くなるだけやからなんとかしてくれってやめとけお前ほんまになんやねん茶色分かるやろか大体でもお前な一個気になることあんねんけどさっきからなプロポーズやってるやんか、うん、プロポーズを受け入れてもらえると思って進めてるけど、うん、断られる可能性あるやん、うん、それは大なりあるよ、うん、大なりあるやろ大なりあるにあるやろ大にあるよ断られてどうしたんやねんいやだからなめっちゃ恥ずかしい断った方も気使うわけよ相手もなそうそう、うん、だからうまいことなその人も気使わさえへんようになうまいことフォローしてあげないとダメなんですよこれね相手の気持ちをちょっと気使ってあげるみたいなだからこれも練習した方がええわなお前俺にプロポーズしてこいや俺断るからうまいことなんか大勢やなあやってみようできるかできるできるよっしゃ頑張ろう、うん、よしちょっと話しやねんけどな、うん、俺も付き合って長いやんか、うん、だから俺のパンツ洗ってくれごめん私結婚できへんいやいやちょっと待ってくださいよ、まあ、芸人かおかしいおかしい待てやお前ちょ兄さん兄さん呼ぶなお前何の企画やなお前おかしいやろお前特番の感じやけど知らんがなお前、ね、特番の感じにすんな普通にせやお前難しいやねちゃんとしたわできるやろかちゃんとやれお前ちょっと話あんねん何俺も付き合って長いやんか、うん、だから、うん、俺のパンツ洗ってくれごめん私結婚できへんいやでもパンツであれやで例え話やからほんまに別にパンツ洗わんでよほんでなんかパンツではビキニパンツとかじゃないよ俺あのやらしいパンツじゃない俺トランクスやねんトランクスで柄もすごいええねん柄あの焼けやねん柄焼けやからすごいロマンチックやしええ感じやねんほんでトランクスやから全然やらしくないねん長いこの辺長いものすごい長いねんめっちゃ長いもう何丈くるぶしぐらいまであるからしつこいわお前どんだけ言うねんお前よおいでまあ後ろティーバッグやねんけどどんなパンツ履いてんのよだから洗ってすごいこと言ってんねんお前そんなの使うのお前こうなって前から見とるの悪いけどバーッてなるよ出てなるがなお前だから洗ってくれだから洗ってくれそのパンツだけ洗ってリグなってへんがな気持ち悪いなお前ねえもうええわお前緊張すんねんわけわからんすぎるわお前プロポーズ緊張するわ何やねん緊張しすぎやねんお前よあじゃあお前一回お前やって俺お前うまいやんそういう断られてもうまいこと切り抜けるみたいなまあ、なんかそううまいこと切り抜けてきてるやんずっとまあまあそれだけでここまで来たみたいな感じあるそうやろ、うん、なんか相手をな気遣わさへんように自分が死に役になったりするやんなるほどなおめえよ見てお前のやってほんで参考にして俺やるからうんあれでいこうゆうこちょっと話あんねんけどな何俺とお前つけて長いやな、うん、俺のパンツ毎日洗ってくれごめんなさい私結婚することできへん正直言うと私津田君のことあんまり好きじゃないしどっちかって言うたら嫌いやしなんか見てたら気持ち悪いし見てるだけですごい絵付いてくんねんか
でもしドン・キホーテ行って安売りのコーナーに津田君並んでても絶対買わへんと思うし、すごい気持ち悪い。だから一刻も早く交通事故に遭ってください。言い過ぎやろ。ごめんよ。どうもありがとうございました。一口ちょうだい。俺めっちゃ嫌やわ。いや言うな。嫌やろ。もう俺も嫌やな。自分で作った飯とかで余計嫌やわ。嫁がよう言ってくんだよ。なるほど。あ、わかるわかる、うん。俺が晩飯な。自分でパーパーと。俺な、正直な。うん。こんな時間ないかもしれないけど。いや、俺もな、もう一年以上嫁飯作ってもらってないから、ね。嘘。ほんまや、俺もずっと自分で作ってるもん。あ、それ別やからってこと？子供と。そう。俺帰る時間別やし。うん、おもちゃ食べるもんじゃあ、もう材料だけ買っていって、言って。うん。もういつも家帰って俺自分で作ってるもんだって。嘘。ほんまよ。何買ってるん？なんか、肉となんか自分が作りたい。炒めるとか。そう。ほんま簡単な料理。で、俺作るやん。うん。帰ってきてしんどいに作ってさ。うん、で、持ってな、作って、ほんで上がってビール開けて飲んで、うん、さあ、こうか、みたいな。うん。ちょっとして、ちょっとちょうだいとか言ったら、もうめっちゃ腹立つって。ほんでお前作るわ！まあまあ、わからんではないよね。その言うたらさ、まだ嫁が作ってんねやったら、でもはっ、うん、あれやけど、全然、その別にお前が作ってるわけやん。うん、しかも働いてきてる、そのなぜ作らへんかも分からへんやん。でも働いてきてる、まあ、それがでも仕事なわけやん。まあまあまあ俺はいいよ。そいつのなんつってね。でもお前は外で働くのが仕事や。子供、俺も言っていい。でもそいつは家で守って家事をするのがそいつの仕事や。そいつ言ってさ。意味がわからん、そいつは。おい！なんなん、そいつ。俺が言い出す。俺が言うにはええねん。キモいの、そいつ。いいかげんせえよ。おかしないであって。決議しりえ言うて、いつも言うて。いや、でもそれはさ、仕事やん。まあまあ、だから、まあ子供なれもあるしな。大変やな、思って俺は別に言うよ。いや、関係あれへん。それは。関係、俺が言うに。お前が旦那やろ。で、お前外で働いてるわけやろ。ほんなら、そいつは、そいつや。飯作るのは最低限の仕事や。俺がええ言うてんねん。クソが。俺が言う分にいや違う、ね、お前の方が正しいと思う。いや、正しくない。別に。ええねん。ええことないやん。俺が言うてんねん、お前言ってんの。俺が言うにええの、お前言った。いや、腹立つ。お前はもう腹立たんねん。それぐらい作れやって思う。他しろやろ、お前。なあ。なあ。それぐらい作ろうや。他のあんまやってるみたいに言い方すな。聞いてるんか知らんけど。あの、聞いてへんわ。ぐっすり寝とるわ。やろ？やっぱり寝てる思った。そらな、こんな時間でしょ。万が一聞いてるった時のために、ここだけ言わしてくれ。それぐらい作りや。めっちゃ嫌な、めっちゃ嫌なやつの言い方したな、お前。いや、ほんまね。ほんまな、ちゃうわ、お前。違う、違う、そうじゃない。どうも、ありがとうございました。本日は鈴木雅之のディナーショーにようこそ。曲は最後なんですけども、ここでプレゼントコーナーに参りたいと思います。皆さんお手持ちの半券をご用ください。じゃあ今からですね、弾きますので、番号を呼ばれた方は壇上に上がってきてくださいね。じゃあ行きますよ。ドン。F 列の33番の方、壇上にお上がりください。どうぞどうぞどうぞ。すごいの来た、すごいの来た。これ33さ、見てたの？これ見てたの？これは今何されてるんですか？ディナーショー、ディナーショー、ディナーショー。 すごい格好。33で追ってます。追ってる。頭、何それ、頭、なんでそんなつけてんの？ちょっと今うずまさの空き時間。うずまさの空き時間、役者さんなんや。そうなんですよ。ちょっと87時間空いてて。87時間めっかいぞ。空き時間、空きです。家帰ったら？いやでもまた87時間後に始まるから。はい、また行かんとダメやから。ずら取ったらええやん。でもまた始まるんで、一回取ってしまうとすごい雰囲気変わるんです。そんな変わるの？すごいな、はい、すごい空いてるから。さ、これ今何してあるんですか？ディナーショー3万やで、今日の。あ、そうなの。服でかっ。めちゃくちゃ服でかいね、上の服でかっ。あ、ほんまですか、うん、これ XS なんですか？ XS？
すっごい33F の33当たってる当たってる。これ何持ってんのこれ。あ、これなんかね、うん、あのマクドナルドっていう新しいパン屋さんができてた。いやパン屋さん違うよ。でパン屋さん違う。そこさっき8時間おったんすけど。8時間もおったん、はい、すごい、はい、87時間空いてるから。何買ったん。あ、これ、うん、これ何これあのあフィレオフィレフィッシュっていう、うん、なんか、うん、魚のやつなんですけど、うん、はい、これ見つかったんすけど。3つ、はい、変な食い方するね。お魚取れって言われてるから、うん、変な取り方してる。そういう取り方せえへんで。お魚あんまりは。これ今何されてるんですか。ディナーショー、ディナーショー。お名前は。あ、あの岸大輔っていう。岸大輔、はい、ごめんなさい、勉強不足ですいません。いえいえ、すいません、全然知らない、はい、今ちょっと撮影中で。撮影中、はい、何撮ってあるんですか。今撮ってるやつですか、はい、今撮ってるのは、うん、岸大輔の J リーガーデカっていうやつですけど。岸大輔ってつくの、はい、J リーガーデカ。なんでそんな面かって。あ、 J リーガーが普段 J リーガーなんですけど、うん、あの刑事でわけわからん事件解決するってやつなんですけど。すごいのね、すごいの撮ってるんですね。記事大好きって作るんやね。そうそう、今ちょっと並行忙しくて。あ、そうなの。並行してもう一個別の撮って。もう一個撮って、はい、何撮ってるんですか。あの記事大好きの夏っていうやつ。シンプルですね。そうですね。岸大輔の夏、どんな内容なんですか。それ小さい男の子と不器用な岸が、うん、が交流することで、うん、なんかひと夏の思い出の感動作みたいな。菊次郎の夏みたいね。すごくパクってるね。今すごい忙しいんですよ。すごいね、まあ、もう次回作も決まってますし。もうすごい忙しい。何撮るんですか。次回は、岸大輔の女忍者毎日感電車ってやつです。 AV？ じゃあセクシー系です。お、え、事務所のなんかあれでちょっとそっち系もやれって。お、女、女忍者、女忍者毎日感電車。もう気分かんない。すごい変なの。あ、こわ、33番間違いないんで、あのちょっとあのプレゼントね。これが 何されてるディナーショー。そんな知らん。ちょっとね、あのプレゼント取ってきますね。あ、それでね、それで、ね、どうもダイアンです、よろしくお願いします。お願いします、ね、頑張っていきましょうか、ね。いや、手振らねえな、お前。誰も振ってないですからね、あんまり。いや、振ってないですからね。しつこいですから、お前。ねえ、頑張っていきましょう。いや、僕ね、はい、最近、返事いいね、お前、うん。最近ちょっと君のことで心配なことあるんですよ。何を。いや、友達おらへんやろ。それがものすごい心配やの、俺。暗いしな、全然喋れへんから、正直友達おらんやろ、お前。いや、そんなことないよ。お前、俺んと友達ってね、うん、こうなんやろ、土の子っぽいとこあるやんか。そう、おらへんよ、ことじゃんの、お前。見つかってないよ。探したおるよ。山とか草むらとか。おらへんよ、お前。絶対おるから。友達も土の子もおらんから、お前。なんやねん。今日はね、お前に、俺がね、うん、友達の作り方教えてあげるわ。どうしたんやねん、それ。でも、簡単、明るく話しかけたらいいんやって。いやいや、それがなかなか難しかったりすんのよ。あ、そう、うん、なんかいっぺん練習してみたらいいやんか。おう、ここは学校の入学式でね、うん、お前が俺に話しかけてこいや。はいはいはい。明るく話しかけて友達できるから。なるほどね。友達欲しいやろ。欲しい。おっしゃ。なあ、うん、自分この制服な、うん、お下がりしばかれっつ、お前テカテカなってるやん。喧嘩や喧嘩、こんなもんテカテカやの、肘も頭もテカテカやねん。ほっとけアホ、お前。これジェルや、お前。ほっとけアホ、お前。もっと楽しい話せえや。僕はこういう人間ですよの、ね、自己アピールや。こういうのすんねん、お前。はいはい、はい、頼むよ、お前、はい、欲しい。分かったって。なあ、うん、俺いつもな、うん、チャーハンおかずに白ご飯食べてんねんけど。なんのアピールやねん、お前。何のアピールやねん、お前よ。俺ほんま3度の飯よりご飯が大好きやからね。全部飯や、それよ。ほんまにそれ言われても何つったらええねん、お前よ。実は俺めちゃめちゃテンパやねんか。俺関係ねえねんか、お前。なんで出ていかなあかんねん、お前。ええ加減せえよ、ほんまに。何やさっきから、お前友達作る気ないやろ、全然。お前ほんじゃない、お前言わしてもらうけど、ね、お前何やさっきから。え、人のこと暗いとか、お友達少ないとか、なんか王子様っぽいとか言うてるけど。最後言うてへんわ、お前。ファッション雑誌から飛び出してきたみたいな。どこがやねん。全然ちゃうやんけ。どこに散髪行ってんのとか言うてるけど。憧れてへんわ、お前の髪型の。お前の考え方おかしいやろ。お前友達は数の多さじゃないねん。その友達のことをどれだけ大切に思ってるか、うん、それが一番重要やねん。なるほどね。どうせあれやろ、うん、お前と友達なんてただの飾りやろ。めっちゃ失礼やな、お前。ものすごい失礼やぞ、お前。イミテーションやろ。意味わかってんのか、お前。イルミネーションやろ。何光ってんの、お前。バイブレーションやろ。なんで震えんねん、お前。インフォメーションやろ。関係ねえねん。テレポーテーションやろ。わけわからんがな。魔法使いやろ。ええわ、お前。魔女やろ。もうええわ、お前。何魔女って連れが、お前。魔女や。何が言いたいねん、お前。腹立つな、お前は。だよう聞いとけよ。俺が一番言いたいのな。おー、違う、それもエビフライやん。何も言うてへんがな、お前。エビフライの話でやんから。エビを揚げて
やつやとか言うてへんがな。俺が一番言いたいのは人を信じる心、これが一番大切やでね。なるほどな。それさあったら友達の数少なくてもなんとかやっていけねえ。それが一番大切や。なかなかいいこと言えないかお前。それだけ言うけどな、お前俺のこと信用してんのかいな。お前してないよ。何がおかしいなお前。笑うとこちゃえないかお前。おいおい、もうごめんごちゃうがなお前。真剣やまんねえお前。なんで信用できへんねん。あんな俺は幼馴染やけどね、最近ねコミュニケーション不足やねん。常にコミュニケーション取っとかなね、うん、信頼関係なんて生まれへんわけよ。まあ確かにね、うん、まあ昔はよサッカーとかキャッチボールとかして遊んでましたからね、うん、お前そうでしょ。あな今日絶対にここでキャッチボールやろう。キャッチボール、うん、なんでお前。お前なあれやりながら会話がすごく弾むわけ。あそうな。普段言われへんこと言えんのよ。あそう、余計コンビの絆が深まるやん。あなるほどな。な好きになれると思うから、ね、やってみようか。やってみよう。行くで。はい、よし。あなんか久々でええ感じやな。お前らこれ何でも言えやつやなお前。えい。でお前さいつもな、うん、ご飯食べるときなめちゃめちゃ音立てて食べるやんか。あー確かにあれ悪いよなお前。ごめんねお前。ふっあのときな、うん、俺いつもお前のこと殺したろうかな思うか。ちょっと言い過ぎじゃん。あれやめてな。びっくりするわ。あれ絶対やめて。確かに俺も悪いしな、うん、行くで。えい。あとさ、うん、お前中学校のときな一回お前の筆箱の中にえのきだけ入ったことあったよ。あれびっくりしたよほんまに。行くで。えい。いや実はな、あのえのきだけ入れたん俺やねんか。マジで、うん、マジでごめんな。これなんで筆箱の中にえのきだけ入れてん。鍋かなと思って。間違うか。鍋と筆箱間違えへんやん。いやでもお前昔からそういういたずら大好きやったもんな。っていうか俺お前のことめちゃめちゃ嫌いやった。いかげんせえよお前。お前ぶっちゃけすげえねさっきからよお前。死んでくれへん。グローブで隠せよお前。丸聞こえ全部聞こえてますわ。爆発してくれへんから。バカせなあかんねん。ボンならなあかんのか。俺もいかげんせえよ。言い過ぎちゃうかお前。言えてしまうのよ。俺も言うてろお前。向こう行けよお前。お前中学校の頃さ3年間ずっとみゆきちゃんの子好きやったやろ。おめっちゃ好きでな告白したけどいつも振られてたわ。いや実はさ俺そのみゆきちゃんとずっと付き合っててごめん。マジで怒ってる。全然怒ってないよ。バスガオだやろお前。なんでバスガオってお前。ねえ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 、表情あったよお前。即死やないか俺も。ええかげんせよお前。指はいらんなお前。ええねえお前。やめてないのキャッチボールやめ。どういうことやねお前。言い過ぎやわ。お前がやろう言うたんちゃうんか。こんなんやる必要ないね。こんなことより俺もっとね言葉のキャッチボール練習なんか。いやもうええわ。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。しますね、頑張っていきましょうか、ね。いや手振らねえねお前。誰も振ってないですからね。あんまり。いや振ってないですからね。しつこいですからお前、ね。頑張っていきましょう。いや僕ね、はい、最近返事いいねお前、うん。最近ちょっと君のことで心配なことあるんですよ。何を。いや友達おらへんやろ。それがものすごい心配やの俺。暗いしな全然喋れへんから正直友達おらんやろお前。いやそんなことないよお前。じゃあ俺んと友達ってね、うん、こうなんやろ土の子っぽいとこあるやんか。そうおらへんいうことじゃんのお前。見つかってないよ探しておるよ。おらへん山とか草むらとかおらへんよお前。絶対おるから。友達も土の子もおらんからお前。なんやねんな。今日はねお前に俺がね、うん、友達の作り方教えてあげるわ。どうしたんやねんそれ。でも簡単明るく話しかけたらいいんやって。いやいやそれがなかなか難しかったりすんのよ。あそう、うん、なんかいっぺん練習してみたらいいやんか。ここは学校の入学式でね、うん、お前が俺に話しかけてこいや。はいはいはい。明るく話しかけて友達できるから。なるほどね。友達欲しいやろ。欲しい。欲しい。なあ、うん、自分この制服な、うん、お下がりしばかれっつお前。テカテカなってるやん。喧嘩や喧嘩こんなもん。テカテカやの肘も頭もテカテカやねん。ほっとけアホお前。これジェルやお前。ほっとけアホお前。もっと楽しい話せえや。僕はこういう人間ですよのね。自己アピールや。こういうのすんねんお前。はいはい、はい、頼むよお前、はい、欲しい。わかったって。なあ、うん、俺いつもな、うん、チャーハンおかずに白ご飯食べてんねんけど。なんなアピールやねんお前。何のアピールやねんお前よ。俺ほんま3度の飯よりご飯が大好きやからね。全部飯やそれよ。ほんまにそれ言われても何つったらええねんお前よ。実は俺めちゃめちゃテンパやねんか。俺関係ねえねんかお前。なんで出ていかなあかんねんお前。いい加減せえよほんまに。何やさっきお前友達作る気ないやろ全然お前。ほんじゃないお前言わしてもらうけど、ね、お前何やさっきから。え人のこと暗いとか友達少ないとかおなんか王子様っぽいとか言うてるけど最後言うてへんわお前。ファッション雑誌から飛び出してきたみたいな。どこがやねん。全然ちゃうやん。どこに散髪行ってんのとか言うてるけど憧れてへんわお前の髪型。お前の考え方おかしいやろ。お前友達は数の多さじゃないねん。その友達のことをどれだけ大切に思ってるか、うん、それが一番重要やねん。なるほどね。どうせあれやろ、うん、お前と友達なんてただの飾りやろ。めっちゃ失礼やなお前。ものすごい失礼やぞお前。イミテーションやろ。意味わかってんのかお前。イルミネーションやろ。何光ってんねんお前。バイブレーションやろ。なんで震えんねんお前。インフォメーションやろ。関係ねえねんか。テレポーテーションやろ。わけわからんから。魔法使いやろ。魔女やろ。もうええわお前。何魔女って連れがアホお前。魔女や。何が言いたいねんお前。腹立つなお前は。だからよう聞いとけよ。俺が一番言いたいのよ。違うそれお前エビフライやん。何も言うてへんがなこの話で。エビフライの話でやから。エビをあげたやつやとか言うてへんがな。俺が一番言いたいのは人を信じる心、これが一番大切やでね。なるほどな。それさあったら友達の数少なくてもなんとかやっていけねえ。それが一番大切や。なかなかいいこと言えないかお前。それだけ言うけどな。お前俺のこと信用してんのかいなお前。してないよ。何がおかしいなお前。笑うとこちゃえないかお前。おいおい、もうごめんごちゃうがなお前。真剣やまんねえお前。なんで信用できへんねん。あんな俺は幼馴染やけどね、最近ねコミュニケーション不足やねん。常にコミュニケーション取っとかなね、うん、信頼関係なんて生まれへんわけよ。まあ確かにね、うん、まあ昔はよサッカーとかキャッチボールとかして遊んでましたからね、うん、そうでしょ。あ、なんか今日
絶対にここでキャッチボールやろう。キャッチボール、うん、なんでお前、お前なあれやりながら会話がすごく弾むわけ。あ、そうな、普段言われへんこと言えんのよ。あ、そう、余計コンビの絆が深まるやん。あ、なるほどな、な、好きになれると思うから。おうおう、やってみようか。やってみよう。行くで。はい、よっしゃ。あ、なんか久々でええ感じやな。お前らこれ何でも言えやつやな、お前。えい、でお前さ、いつもな、うん、ご飯食べるときなめちゃめちゃ音立てて食べるやんか。あー、確かにあれ悪いよな、お前。ごめんね、お前。やるときな、うん、俺いつもお前のこと殺したろうかな思うか。ちょっと言い過ぎじゃん。あれやめてな。びっくりするわ。あれ絶対やめて。確かに俺も悪いしな。うん、行くで。えい、あとさ、うん、お前中学校の時な、一回お前の筆箱の中にえのきだけ入ったことあったよ。あれびっくりしたよ、ほんまに。行くで。えい、いや実はな、あのえのきだけ入れたん俺やねんか。マジで、うん、マジでごめんな。お前なんで筆箱の中にえのきだけ入れてん。鍋かな。ありがとうございました。どうもお願いします。よろしくお願いします。頑張っていきましょう。まあ世の中いろんな仕事あるじゃないですか、はい、でも中で僕お医者さんが一番大変なもんですよ。 お医者さんで緊張するシーンが多いじゃないですか、うん、例えばお医者さんがこう手術するじゃないですか、うん、その結果を患者さんに報告するとき、これ結構緊張すると思うんですよ、はいはいはい、あれ大概患者さんが病室で待っててね、先生がそこに入ってきて結果を報告するんですよね、うん、はあ、あ緊張すんな、手術結果出てるな、成功したんかな、失敗したんかな、はあ、ガチャあんな大失敗やったんやけど、いや早いねん。どうするどうする、早言うて、早よ、はい、早よ、はい、焦らしすぎ、もうちょっと間持って、間楽しんで、ゆっくりの方がいい、ゆっくりやって、頼むからね、はいはい、ガチャ。あ、先生、手術結果どうやったんですか、成功したんですか、失敗したんですか。はい、手術の方行いましてね、はい、予定時刻ぴったりに行いましてね、はい、少し早く終わりましたけども、はい、結果の方はですね、はい、ね、先生、はいはい、誰になったかな、先生、はいはい、どうするでした、どうする、はい、うん、手術はしました、しました、しましたね、はい、はい、ちょっと待っとってください、ここで、はい、すいません、はい、はい、ガチャ。不調さん、不調さん、不調さん、あの津田さんの手術結果どうやったっけ、うん、成功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 ちゃうやろ、成功したの吉田さんやないの、失敗じゃなかったっけ、失敗だよね、大失敗だよね、途中で諦めてみんなで笑ってたやんか、もう無理や言って、途中からあの藤本さんがフェラーリ見たっていう話だよね、あんな路地裏どうやって入ってったんや、路地裏にフェラーリ狭いで言うて、はいはい、言うとくわ、あ、大失敗、シャレならんの、すごい失敗なん、はいはい、わかりました。大成功です。嘘つくな、お前、全部できました、全部聞こえたよ、お前、綺麗になってますね、何やねんお前、自分の口でちゃんと伝えろ、お前は自分の口で、そう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 、ガチャ。あ、先生、手術結果どうやったんですか、成功したんですか、失敗したんですか。手術の行ったんですが、はい、あまり容体が芳しくなかったんで、はい、来週もう一度再手術ということになりました、はい、再手術、僕そんなのなかったんですか、手術って何の手術なんですか。とりあえずね、目二重にしてもうちょっと顎出しましょうか。何整形やんの、ね、おい、ほんでね、下半身を馬みたいにしましてね、ほんで足にタイヤをつけまして、リモコンで動くようにして、うん、そのリモコンもな、ケンジ君に渡して、誰やねん、なんだろ、ケンジ君に動かされなあかんねん、お前、あとでケンジ君来ると思うね、会わへんよ、挨拶だけよろしくお願いします、せえへんよ、そんなもん、もうそこまで来て、ええわ、連絡入りましたんで、ね、もっと自然な感じでやって、自然な感じで、自然でどうしたの、会話の流れみたいな感じで、はいはい、頼むよ、はい、ガチャ。あ、先生、手術結果出たんですか、成功したんですか、失敗したんですか。はい、はい、ね、はい、うん、津田さんはあのご結婚の方はしてます、お子さんは一人います。そうですか、はい、まあ子供っていうのはね、可愛いもんですよね、はい、まあ実は私もね、娘が2人いてましてね、はい、この間の上の娘のね、保育園の卒園式に行ってきたんですよ、はい、でまたこの上の娘っていうのがね、すごいおてんばでしてね、はい、こう入場してくる時にね、張り切りすぎてつまずいてこけてしまったんですよ、はい、なその時にね、あ、松田さん大失敗やったんですけどね、どんなタイミングやねん、みんな寄ってくるんですよね、どんなタイミングやねん、いっぱい寄ってくる、そっちの話夢中になってね、ちょこっちの話聞いて、こっちの話せえって、もうええわ、どうもありがとうございました。